我らの声が聞こえるだと？どこでもう乗っているのか、これは。乗っているんです。お前たちに今声を与えた。今与えられたんだ。それが声だ。これが声か。なんだろうな。コミュニケーションを取るがいい。伊達さんとは無理だ。なんか小芝居やれよ、せっかく。こんばんは、みんな。ほんとね、こんばんは。エレキさん、なんなの、なんでうっとあーしか言わないの。いや、わかんない。なんか面白いのかなと思って。これで面白い。3人ともとりあえず乗ってみればいい。もうダメ、その乗りこなせなかったね。声を与えるっていう発想、今まで言われたことある？ないでしょ。おお。なんで上からなの。斬新。斬新。来週は何与えようかな。はい、マルチでボカンでございます。はい、今日もフォートナイトでございます。フォートナイト決して、あのマイクラのサーバーをどうやって、誰か音出してない。俺だね。お前か。俺だよ。お前か。そう、マイクラのサーバーがね、入れない、はい、移設できなかったとかね、そういう感じで、はい、だからやるわけじゃないですよ。そもそもなんでマイクラのサーバーに入れないかっていうね。うん、いや、パソコン買い替えてさ、昨日もやったんだけど30分。はい、じゃあ画面ドン。買い替えが必要なんじゃない。また買い替えか。マイクラ用のパソコン買わなきゃダメなんじゃない。ね、マイクラ用に変えたんですね、そもそも。ちげえ。そうだよ、マイクラ用に変えたはずじゃん。いや、サーバーが落ちるからさ。うん、そうそう。え、そもそもそうだっけ。うん。そもそも何回も落ちるからさ、私のせいだとか、エレキさんのせいだとか、いろいろ言ったけど、結局、最後俺のせいになっちゃって、パソコンを変えさせられるって感じか。そう。うーん。始まったー。レベルがリセットされてる。え？レベル1だよ。いや、私3。え？俺1になってるよ、俺。俺も1だ。なんでだ？二人はか、全然やらないからじゃないの。は？活躍しないからじゃないの。は？はーい、というわけでやっていきましょう。さあ、違う。言ったけど、もう空いてるよ、空いてるよ。もう枠空いてるよ。マインクラフト、点。そうなんだよ、マインクラフトがやりたいんだけどさ、タテさんのパソコンがなぜか、ポートが開かない？うん。あのね、こいつかなっていうやつはもう目処はつけてんだけど、うん。そいつのにも、そういや、お金払っちゃってるからさ、あのおっさんに。ん？そういや、新しくソリッドゴールドというモードが期間限定でありますよ。できるのかしら。無料でできるのかしら。入っていただきたい。これでもモード変えちゃダメだよね。えい、うん、じゃあまあひとまず。じゃあ、ソリッドゴールドってある。はい、なんだろう。加藤さん入られまーす。加藤さん入られまーす。シーズン変わったからかな。私もでもシーズン変わってからやってないよ。お前さっきまで、まあ、次に変わるよ。ああ、金武器しか出ませんだって。金武器ってどういうこと？ああ、そういうことね。じゃあすぐ殺されるってことじゃん。すごい、いや、殺そうぜ。いやー、武器はなんかいろんな色がある方が好きだな、私。今回これかーって言いながらやるのが。あの、あとは、丸山を巻くのが。チームワーク。レディー忘れた人はもう出てってよ。スクワットから出てってよ。スクワットから結局スカー的な武器ばっかり押してるけどね。だってあースカーね、スカーは使いやすいです。やっぱアサルトは丸山活躍したことないやろ。はい、出てってよ。私のスクワットから出てってよ。スクワットからシャワー浴びて帰ってよ。じゃあシャワーだけ浴びるか。ちょっと俺シャワーだけ浴びてくるから全然何もかっこよくないけど大丈夫。格好じゃねえんで。どうすんの、お風呂入ってる最中に伊達さんにパンツ隠されてたら困るけど、まあパンツぐらいならなんとか。俺は上着は全部用意しとくけど、パンツとズボンは隠すよ。ズボンはまずいな。ズボンも隠すの。隠すっていうか、あのもう膝部分しか残さない。膝部分残すの。うん、膝だけ残す。逆に残りは燃やしちゃう、もしちゃう。ワンタン膝部分で隠れねえかな、無理だな。エレキさんのちょっといいとこ見てみたい。踊るの何番だっけ？ B だよね。なんで踊るの確認するんだ。踊るボタンまず確認するんだ。お前のズボンをオリーブオイルでビタビタに
内側だけ。あれなんかさ、今日画像綺麗じゃね？アップデートされたから？お、違う、なんか明るいからじゃない？明るい。明るい、明るい世界だから。それ気持ち的に？明るいから。マジか。いや、あ、バス出ちゃう。待って、乗りまーす。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 なんで何度言うの？なんで言い方考えたの？はい、オザリーダー、カモン。じゃあ今日はこの辺りから始めようかな。はい、オッケー、また恥、果てだなぁ。果て。私、恥が好き。部屋でもいつもね、普段一人の時は真っ暗にして恥の方にね。3、2、1、ドン！どうだろう勇気とか。はい、前よりは分かりやすいだろう。あ、すんげえ人落ちてる。落ちるよね。ヘイロー、ヘイロー。ね、あの、まとまってな。あの、先週の、あれ、教訓生かしてな。チーム大事だから。あの、人見て。大体みんないないじゃん。入ってるようだったら抜けよう。は？あの、何を回避しよう。入ってる、人が入ってるようだったらそこ回避しよう。で、新たなポイントを。いや、そうしたいけど。毎回そうしてるけど。あの、そこに新たなポイントまでに武器がそれぞれ手に入らないか、まとまってちっちゃいポイントいくと、ダメだ。早めに開かないと絶対届かないやつ。はい。あ、向こうの方に。もう早めに開いた。今言われた瞬間に開いたから俺大丈夫？届く？意外と届くと思うけどな。届かないかな。あのね、ヘイローしてるとスピードは速いけど距離稼げねえんだよ。ああ、なるほどね。でもこれを開いちゃうと、あの、うん、着地するのは遅くなるけど距離が伸びる。そうか、スタートでそれやってみようか。今度。次。ダメだー、届かない、ギリ届かない。ああ、宝がある。うーん。落ちたー。なんだろ、その声。すごい声だね。お姉さん、お姉さん。それはニャンチューの真似、うん、何？そう、よくわかったね。昔俺が得意としていたニャンチューの真似。だいたいニャンチューの真似する人そんな感じ。おい。もう二度とやらない。うん、いいよ。お姉さん。やらないって言ったじゃん。俺約束すぐ、ま、守らないタイプだから。すぐ守らないタイプってどう？俺条約違反しちゃうタイプだからさ。条約。条約なんてクソくらえ、条約なんてクソくらえ、え、それ誰が決めたの？オッケー、決まった。何が決まったんだろう。楽しそうで何が。心も悪いし。俺が本当悪いんだよな。どうしたんだろう。じゃあ次お前やれよ。やんないよ。やんないそういうんだったらお前がやれ。やんねえけど。すごい、道端に落ちてるんだね。拳銃落ちてない。タワーマーだけ落ちてるけど、拳銃落ちてないよ。え、宝箱が道端にあったよ。うそん。そしてなんか、なんだこれ？あれ？なんか、歯車に銃が刺さったような銃を手に入れたよ。それ歯車が銃に刺さったような銃だ、多分。うん。歯車銃。それあれじゃない？あの、あ、お助けマンが死んでしまいそう。お助けマン。お助けマン。あの名前とか見えてんのになんで仮名でやってんの？アカウント名見えてんのに。あ、お助けマンいなくなった。お助けマン。ゴロ悪いスタイル。お助けマン。そしてすごい銃声がするからここ痛くない。すごいすごいする。え、誰かが猟銃撃ってる感じ。スパーンって。誰かが猟銃撃ってんじゃない？マジか。それは猟銃撃ってんじゃないの？でなんで弾しかね、立てさなかったら笑うんだけど。俺は今木とかちゃんと取りながら包帯でどうやって戦おうかなって。近くに敵いますって。弾しかない。どこの近くってどっち方向だろう。多分さっき死んだところってことだと思う。それわかんねえ。どこだ場所が。やっべえなおい、ここ誰のお屋敷だおい。やっべえなおい、やっべえなおい、やべえなこのお屋敷。やっべえなおい、気持ち悪いな。やっべえなおい、木しかねえ。木しかねえ。お屋敷でしょ。お屋敷しかない。もうね、あのバスルームにね、あの簡易トイレが置いてあった。あ、バスルームに簡易トイレ。ハンドガン。ユニットバスじゃ。ユニットバスじゃねえか。弾しかない。あ、そう、弾今回多いんだよね。もう一回。あ、でも意外と。宝箱がある。ベッドの上に宝箱がある。それは俺のだよ。は？置いといてですね、俺。あ、ちょっと落とすわ。ちょっと借りるね。返してね。借りるね。ちょっとドリンクだけ飲むから。あ、間違えて鉄やっちゃった。鉄で作っちゃった。翼だけ授かるから。あ、あった。目の前にあった。
お宝ボックスが。おい誰や誰や、えおざり、えおざりは今、あの誰下にいるの誰、何知らない人、これもしかして知らない人じゃん。なら俺にも用意があるよ。あ、知らない人じゃん。逃げた。来る？あのね、俺と同じ家に今いる。お互いどうすればいいか分かんないスタイル。ほー、これスナイパーライフルだった。そしてその間に武器を取って、あのなんかね、素人さんでばったり会っちゃったスタイル、はい、今。あ、とりあえず黄色、誰だ黄色、黄色のいるところあらへんに行くね。今俺がいるところにさ、はい、誰か来ない？どういうこと？タテさん、タテさん赤？赤。赤。赤？じゃあ白、白、白。いや、あのね、白、白は自分だからだよ。え？うん。家の中に、ね、家の中にいるけど。うん。俺の入ってる家？いる一人。あ？どういうこと？あの誰かと俺睨み合いしてて動けない。今？うん。Now？ お互い敵が今撃った。弾の音がする、弾の音がする。俺が撃った。どっちで？じゃあ行かない。いや俺が撃ったの、助けた、あのでもいない。僕とりあえず流行の中行っていい？いいよ。そう、エリキさんのいる位置目指してるわ一応。どうしよう、あの人どこ行ったんだろう。流行遠い。よしよ、どうしよう、あの人本当にいるのかな。いる、いた、危ね、右側いた。あの一人でいる人、一人でいる人。じゃあ結構跳ねてる、結構跳ねてる、危ね、結構跳ねてる。嬉しそう、嬉しそう、嬉しそうだった。危ね、うれしそうだった。2、3人で。危ねえ。あー、ちょ、ごめんなさい。僕、ちょっとごめんなさい。違うんです。ちょっと、おざり、リグループポイント、もう一個新しいの設定してください。2人になるから。ポイント設定したよ、はい。はい、ちょっと。あー、ここ、誰か。あーな、あ、流行が来た。はい、流行来てんな。死にました。だめだ。とりあえず流行にやられないんで、私走るね。流行が早い。あ、やべやべ。そっか、そんな時間かかるか。まだ、待って待って、これ流行ってるから。すでに武器持ってるチーム。集合場所近く。流行ってるから。両チン素人やないやろ。左上見れば。皆さん、右上の方に人いる。色わかるやん。これ流行ってます。流行ってます。流行ってます。流行ってます、これ。流行ってます。私も流行に飲み込まれそうだな。危ない。飲み込まれるんじゃないか。ギリダメだよね。ダメだね。自利品だ、自利品。来るね。熱いの来るよ。超自利品。今、50来た。後ろから来る。やべ、みんな有効じゃん。50ちなみに最初の先行、うひゃー。ランしてるよ、走ってるよ。ランしてるよ。流行な。ちなみに最初の場所はどういう先行基準？なんとなく。違う、ちょっと1回止まって巻くしかねえな。2回ぐらい巻くか。これで10秒稼げる。自利品やな、自利品やな。これもう減ってくな。でも私めちゃめちゃ包帯持ってんだ。俺もあと7個あんだけど、巻くとね、流行の中で巻いても大丈夫。あ、それ流行の中でやるよ、そりゃ。そう、俺流行の中で。人めっちゃいる。めっちゃ人向かってんじゃん。めっちゃ人いる。左から行くぞ俺は。やべ、38。もう一回巻くぞ。流行に殺される。あー、これ流行ってるやつだから。流行ってるやつ。流行ってるよ。あ、流行ってるやつ手に入れる。流行に殺されるか、人に殺されるか。さあ、俺は人が作った後を登ってく。そうなんか雨降ってんのかこれ。これ流行の外だから。流行の外。うん、超人が撃ってる。また30切る。よーっと巻いて、ここでもう一回巻いての、はい。この街っぽいところからちょっと行こう。来ないでって思ってるけど来てんのかな。後ろ振り向くのも怖いわ。いるだろうな、これ。誰かいる、誰かいる、誰かいる。意外と追いついてくるからな。ドアの音する、ドアの音する。無理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 。無理無理無理。無理無理。これはとりあえず2人合流した。中に入った。めっちゃ誰かに追われてる、私。そしてもう一回追われてんのかな。で、あそこに宝箱があって、あ、床ざりみっけ。名前。助けて。オッケー。あ、いる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 。そこに逃げてこい。走って逃げてこい。中に入ってこい。中ってどこ？街の中、左手。あれ？なんだこれ？街の中じゃ中だな。ポンプアクション欲しい。弾ねえじゃん。え、おざり、じゃあここ外出て。私今マインクラフトの中いる。マインクラフトの中にいる？ごめん、ちょっと何言ってるかよくわかんないんで、先行きますね。の建物の中ってことね。
まあ、いいああ、たてさんの名前見っけだ。名前見っけたけど、いけないなんか、昨日上で。ちょっと何言ってるか分かんないんで、先行きますね。チームワーク。ちょっと何言ってんだか分かんないんで、先行きますね。あれ、たてさんの名前見失っちゃった。あ、また銃声がする。あのね、さっきパンパンパンって何かけんここ飛び降りちゃうスタイル。ここ地形悪いな、飛び降りちゃう。痛い！そしてもう一回マックス。え、たてさん、この辺りで合流しません？あ、いいよ。よし、じゃあそっち行く。崖多いな、この地形。なんかさ、ね、あ、こっち方面から攻めたことがないからか。あ、いや、6秒で次第2の流行来るぞ。落ち合ったら流行に走ろう。動いた。落ち合えない。え？落ち合えない。来てる来てる来てる。何が？流行が？流行はもう波来てる。もうダメだってこれ。あ、痛い。あ、くじいた。じゃあ流行に向かって走るよ。中心にね。流行に向かって走る。絶対言うと思った。なんでだよ。ジャスラックさん、こっちです。流行に、それ今微妙、だいぶ外れてたから。だいぶ外れてたからな。っていう言い訳してます。お疲れ様です。ここでーす。大変ですね。はい、こっちです。こっちです。だって、お前もう死んでんだから喋んなよ。なんでね。俺2機撃墜したぜ。はぁ、あ、じゃあ私と同じだね。じゃあここで一曲お聴きください。マルヤマエリキ。ではお聴きください。お聴きください。マルヤマエリキで、あー、流行が、あの流行が、怖い人に怒られない範囲で歌うのコーナーです。え、タテさん、今流行の中入ってます？今流行にギリ入って家の中に入ったか、ドアがところどころ開いてるっていうか全部開いてる。ふぅ、この街もダメ。誰だ。この街ダメ。流行入ったかな。うん、大丈夫、オッケー。私も入った。あ、ポンパン。早や、残り20名、4チームぐらいいらっしゃるのかしら。俺もういいや、この順位で。もう満足。ああ、これすごい。すごい。怖え、怖えやられ方してた。アキオにやられた。今アイコだ、アイコにやられた。アイコにやられた。アイコにやられた。大丈夫、そういうの。アイコ、急に入ってきて撃ち始めて。アイコ、いやもう足音してたから、すごい撃ったんだけど、ダメだった。早いな。怖い。怖い。すごい武器が飛んできた。なんで、なんで来るの。隠れて撃ち合うって何。怖い。宇宙って何ですかっていうか。宇宙の人だ。宇宙の人怖い。戻ります。エレキ、同じネタの使い回し多いな。ほら、あ、なんか、なんか私手に入れた。何、何これ。お金。 One item has been unlocked。 アンロックされたの。うん、なんだろうこれ。あ、ゆかさりはずジョイントザパーティー、ゆかさりが入ってきたって。およっ、おお、あ、抜けてくれた。ダリーさん、めちゃ撃たれてたな、わらわらわら。流行に厳しい世界でしたな。あ、そうか、そのオザリンに魂を乗り移らせれば見えるのか。はい、じゃあ2回。これ何かわかんないけど、ロッカーをクリックすれば見えんじゃない。ロッカークリックしたら見れたけど、なんだろうこれ。何、説明して。踊り。え、なんて書いてある、わかんない。フリーパス。フリーパス、ツーチャレンジ。あー、一回生き返るってやつか。じゃあ、え、そんななんの。じゃあいいじゃん。わかんない、どういうことだろう。使っちゃえよ。え、使っちゃえよ。取っちゃう、取っとくタイプ。わかんない、別にどっちでもいいんだけど。次、新しいフォートナイトを持ってる人がいらっしゃいましたらどうぞ。クソ重いフォートナイトを持ってる人が。そう思うかな。全然軽いじゃん。発表しとけば大丈夫。あのね、アップデートがね、いつも重いんだよな。まあ、重めですね。パブ G が動かなかった盾さんだって動かせるんだから。うん、パブビジっていうの？ PUBG じゃないの？パブ G。ほら、なんて言うんだろうね、ほんと。パブ G って、え、誰が呼んでんの？え？わかんない。人から聞いたから言ってる気がする。何が正しいんだろうな。
それさ、FF かファイファンかみたいなこと？いやー、ACOG スコープって呼ぶか、英国スコープって呼ぶか、どっちかっていうのと同じ感じだよね。どっちが正解？僕は英国だと思うんですけれども、ACOG っても書かれてるし、なんだっけ、アサルトクオーんじゃなんだっけ、コンバットなんだっけな、ちょっと、あの、喋ってて、俺ちょっと考えとくから、ウィキしてくるわ。ん？え？何するって？何をしてくるって？ウィキで調べてくるから、うん、大丈夫。そう、うん、大丈夫。そのあたり、多分誰も、うん、細かく気にしない。ちなみに、英国スタイルのライフルっていうのは、オザリが使っているスコープについてる、うん？オザリが使ってるライフルについてるスコープは英国スタイルだね。さあ、そうなの？入ってきてください。パブジーって読む人もそこそこいるって。ほら、お前、そこそこなんだよ。そんなパブリーズみたいな感じになってんじゃないか、お前。別にパブジーって言ったっていいじゃん。ねえ、パブ G、今日はどんなお話をしてくれるの？誰だよ、それ。乗ったし、乗ったし。あの、まして、有名なパブ G っていう、あの、はい、いきますよ。鼻つまみ物。鼻つまみ物なんです。あの、アクシズをした話する、ま、町の人から早く知ればいいのにって、みんなから。ひどいだろ。ひどいだろ。聞いた？パブジーまだ生きてるらしいわよ。ひどいだろ。他にあんたの話だと。パブジーパブジー子供にも今いたけどそんなに人気ないの？ある数人は一人二人来る気もあるみたいな。いるんなら大事にするべきだよ。あの2年に1回出してくる。2年に、よ、おめえがパブジー丸山エレキ、おめえの5年後だぜ。いや、パブで飲んだくれてるつまみものパブジー。俺のことかな。パブジー。ああ。あれそれ銃俺のだよ。は？誰に言ってる？ああ、私に出たのね。誰に言っているのか。お、やったな。やったな、おい、これ、英国と同じあれだぞ、お前。まずは、お前の右足をもらおう。そして、左、あ。やったなぁ。ぶっ壊すぞ。いけ。いけいけいけ。ここいけいけいけ。果てつきだなぁ。あの、開くの早めてみようか。いけいけ。世界の果てつきだなぁ。ロンリー、ロッジにいけいけ。え、もう、もう飛び立ってる？飛び立ってない。いけいけいけ。これいつまでやる？いけいつまでやるか、うん、全然聞いてないからいつまででもやってていいよ。あれ誰か飛び降りたよ。4人目の選手が4人目の選手イエローがもう行った。光の選手が行きます。はい、はい、行ってる？行きます。ちゃんと行ってよ。私地味だった。行きます。なんで紫逆に行ってるの？間違えちゃったんだよ。これ、どこ？あの、森の中？森の中行きたい感じ？早すぎやろ、わら。あ、盾さんもう開いてたのね。あの、今開くところ。あれ？今です！よし。あの、もう端っこに行くんだったら開いてった方がいいでしょう。もうです？もうですよ。もう結構端だよ。あ、やべ。あの、真ん中の、これ、2スカイダイブ、もう一回スカイダイブ。これで、もう一回スペース押すと飛べるから、え、森の中に行く感じ？あたし森の端っこに。変なね、あの、長いところに人がいる。長いって言うか。あたしなんか、それの左の方にある変なカンガルーみたいな石像に向かってる。もう大体みんな変なっていう表現しかしない。変な村の中の森みたいな。俺あの森の中行くわ。何？あそこなんか、あのね、迷路の中なんかあんだよ。何このカンガルーみたいな石像。お迷路の中行ってみる。それは多分カンガルーなみたいな石像。これ人いるかな、これ。入れる入れる。いないはず。え、これいないの、ここ。ここね、みんな来そうじゃん、これ。お宝発見。お宝じゃねえな。これ迷路行くよ。いいよ。人いる、人いるじゃん、ちょっと。りょうたじゃん。りょうた入ってった、勝手に。早い。勝手にじゃない、お最初からここ行くって決めてた。ここ面白い。びっくりしたー。あんまり楽しんでる暇ねえよ。なんか、ねえ、誰かやったことある人 G を押してなんかするのって何？ G? G、うん、
G ボタンを押してどうのこうのってのが出てくるんだけど、ここ作る感じだった今 G 押したら、G ボタンを押してね、うん、あこれ違うやつか、あそう勘違い、ないここ迷路だ、これ違う違う勘違いじゃないんだけど何なんだろう、迷路から G を押して何かをするとなんか出てくるのかな、何なんだろうこれ、あ今ねエレキがね自ら入ってったねあの迷路にね取り込まれた、取り込まれた、うん、迷路入っちゃったけどこれ出られねえんじゃないのこれ、よし宝箱発見だぶー、しかも楽しかったけど玉10個しかなかった、玉あった、あ玉と違う、危ない、この迷路これ出られんのかな僕これ出られん、それはなんで一人で、いや二人で行ったんだよ、うん二人で行った、まあ二人で行ったにしてもケンジあまた死んでなってしまったか、死んでる、くっさー死んでる殺しやったなー、ケンジをやったのくそー、犯人はドイツなんだ、俺なんか分かっておる気がするまた近くに敵いるっていう最後の垂れ込みが天国から、どこの近くなんだろうな、誰の近くだったんだろうな、穴開けたり階段を片側手すりにしたりエディットじゃない建築したものいろいろ変化させられる、 あ、 そあ、エディットってあるわ、 G でエディットって出てる、穴開けたら、うん、穴開けたら絶対下に何かあった気がする、あれは俺らだってマイクラでも建物を建てないでおなじみなんだぜ、お助けとは一体てん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 て全然大丈夫だよ、全然大丈夫、降りる場所降りる場所、敵多いわら、愛されてるな、ね、人がいないとこに行かなきゃダメだね、迷路両方しかいなかったけど な、うん、あとエレキにヒントな、迷路出れなかったかもしれねえとか言ったけどさ、ええ、お前壊すやつ持っとるやろうと、あ壊したっていいんだ迷路作った人が迷路じゃなくなっちゃうじゃん上の、え北上すんの、オザリさん、え止まったタウンじゃなくってこう北上するのね、いや別に、えもう自由行動なのえ今一生懸命物を集めてる、あもうそろそろあと20秒で流行の波来るから気をつけて、はい来るね、うん、もう来るよ、あと15秒、流行行こうかな、あでも合流してからにしようかな、家の中で立てこもろう、あ私はこっから流行目指すね、そっから、おおイエーイビビったただのだから破壊騒動か。怖え。じゃな。引き明かしにもならんかった。わらわらわら。全然大丈夫だよ。楽しめばいいのさ。楽しそうだ。破壊が楽しそうだったな。破壊を楽しんでんじゃねえぞ。おいエレキあそこ入れ。あそこ。あそこ入れ。あそこ出れなくなったとこだから入れ左側。あそこ出れなくなったとこ。うん。ちょっと待った、上から行ったらなんかあるべ上から行ったらなんかあるべ、中井くんみたいになった、若者の言葉にも見えるあ、二人に追いついた、ほう、あ、でもその前に宝箱、ちょっと注意注意注意、お、うん、いい道端に宝箱、これ大丈夫、篠田優香作詞作曲、道端に宝箱は、そうよかったじゃあ大丈夫なやつだ、今まで隠してたんだけどごめん、実は持ってた歌、道端に宝箱をいいわどうでも、あの道端に宝箱があった時の気持ちを歌った歌、どうでもいいわ道端に宝箱返したら誰だろ多分しかも何か権利に引っかかるような長さもなさそうそれは権利に引っ掛けとこうよ、それでは聞いてください、道端に宝箱そう、ちょっと面白い、試しに一発撃ってみようかな、だそれでお前バレるんだって場所が、トマトタウンによあの町によ丸山英樹先生の次回作にご期待くださいあの町によ最後のセリフ、タテさん、タテさん今家殴ってる、タテさん、うん、あ、よかったすぐ家殴るからな、うん、ここにも家がありやがったゲームでしかありえねえな、一軒壊すだけでやっとだからな、ここ流行来てない、流行来てない、すごく、あー落ちた、クソ、立てさちょっと、あーもう宝箱上にあんのにクソが
よくこのみんなクソガとかすぐ言っちゃダメよ。取りに行きゃいいのに。あーあああ、なんでこんなとこに穴が。そうだのよ。あ、流行が、流行が来ちゃった。ギャーあきゃー。流行の中で何やってんのかなと思ってたんですよ。道端に宝箱。あのアレンジバージョンで。もう死んじゃうじゃんそれ。いや道宝。最後にその歌やだな。最後に。だなわ。宝箱の前に穴が開いてた。もっと遊びたかったな。あ痛い。また会えると会えるよね。いいな。とりあえず流行に入ろう。ワイは流行に入れたけど。君と僕。ん、どうした？そこまでだから平気。夏の思い出まで行ってないから。はい、100になったけど、100か、これ回復させ。ダメダメダメ、なんで何もねえんだよ、この流行の中見に行ったのに。流行の中、流行にもう少ししたら新内が来てくれるはず。わら殺され回復箱あるなら宝箱漁ってても余裕余裕。そう、回復箱あるんですよ。回復箱、ね、入った、はい入った。殺されるあ、私回復だと思ったらこれちげえ。お前手榴弾じゃない、お前何何してんだよ。ポイじゃねえよお前、もったいねえな。手榴弾だったわ。ポイじゃねえよ、もっとけよ。ポイってやった、危険じゃねえか。どうすんですか。回復だと思ったら誰か、誰か、この中にお医者様はいませんか。いやー、誰か、この中にお医者様はいらっしゃいませんか。声その前にやる。死んだみたいな声になったけど。わーっと、流行まで1分あるから、ちょっとギリまでここのタウンを探す。誰か、答えを、宝箱、答えを分けてください。この辺の集落に訪ねてみよう。私が死にそうなんです。じゃあ、あげるあげるあげる。おいでおいで。おいでおいで。どこどこ？ここ。いいでおいで知ってる。え？え？その真顔でってやつなんて。え？流行来る前になんか何かしらあの成果をいただいた。何の成果も得られませんでした。はい。はい、はい。ぽい。ありがとうございます。これお前もう俺のあれな、家来な、ずっと死ぬまで家来。家来子供かな。家来お前俺の家来な。ずっとな、ずっとな、死ぬまでな。死ぬまで俺の家来。それは俺のだから。あ、それ俺のだから お前は最初から俺の家来だから。最初から。最後デフォルトの状態で生まれながらにしての家来。デフォルトの状態で家来なんだもん。目障りだ、なんで当たったんだ。俺に何で当たったんだ。お目が目障りなんだよ。やべ、直接的。お目が目障り、思ってても言わないでしょ、それ。お目の方が目障りなんだよ。お目が邪魔なんだよ。川を人がすごい渡ってる。マジで撃て。あそこ、はいはいはい、どっちの方。川を渡っててないか、上になんか立てていってんのかな。立ててってる。おい、もう流行来るぞ。これ一応持ってない。すならい。すならい持ってない。あ、そう。あれ青と緑と白の。もう来てない。流行来てる。来てない。やだ、来てる。やだ。大丈夫です。これ流行ってまーす。ダメだ、もうこれ、ダメだ、飲まれる。早いな。そんな流行なんて大したねえよ。エレキが今ラリンさん手榴弾置いていったの。そう、私は砲台を選んだ。焼きそばパン買ってこいよ。そして流行見てない。大丈夫、もう少し入れる。今回は一番後ろのやつだけ飲み込まれるかもしれないけど。誰だ。手榴弾投げて邪魔できねえかな、後ろ。そんなマリオカードみたいな。チームワーク。あ、銃声する。銃声するよ。そう、でもこっち行かないと。だって立ってるもんな。いやー、撃たれた。流行の外から。いる。右にいる。オッケー。オッケー。いやだ。バカついた。あー、みんな、私のことはもう。オッケー。オッケー。よし、お前、助けろ。俺が撃つ、そっち。
俺ダメだ。いや、後ろにもいる、後ろにもいる、後ろにもいる。俺もダメだ。右もいるし、左もいる。もうダメだ。じゃあな。え？お前らと会えてよかった。俺と動画しろ、あれ？あと1秒、頑張れ。うわぁ！あとね、1秒だったのに。あぁが。何当たらんだと？えい。あえい。気にやれた。あれ違う、人がいた、まだ奥にいた、回りてきただけ。俺この人と戦ってなかったのに、横から知らない人が来て勝手に殺された、ムカつく。なんかいつの間に着いたのか。はい、オッケー、そっか、じゃあ3チーム今なんか囲まれてたんだね。もうそういう汚いプレーやっていくんだったらこっちにもね考えがありますよ。どういう組もうぜ、俺らん協力してやろうぜ。うんうん、次だ、協力プレーだー、ドイツの黒い三連星倒そうぜ。出たー。協力プレーだー、起きて破りの協力プレーだいや、推奨してるけどね、最初からね。推奨されてる。協力プレイしなさすぎでおなじみの我がチームです。協力ってさ、嫌じゃん。目立ちたいじゃん。いいよ、じゃあ、もう、みんな誰でもいい時間、続けてってもいい時間。お前、黙ってると思ったら、お前、星に、あれ？波から星に変わった。星にはさっきから変わってるよ。なんか、ね、変わるね。始まる前から変えてたよ。I'm ready。ready って言うのが早いね、みんなね。女の子だから。え？つづり。つづり、普通の、普通の意見をすっと言ったよ、今。道端に宝物。なんで流行ってる私もすでに忘れてたよ。言ってたのそれ。足だもんにあるよね。お気に召していただけて何よりです。たたに宝箱あってもその歌を歌う。たたに、だけどその宝箱は俺んだぜ。お前が見つけた宝箱、俺のだぜ。イェイ。何秒で歌ってるの？そうなっちゃう。ダンスに合わせようとすると、早く終わっちゃうんですよ、ダンスが。おう。あ、乗ります。乗ります、乗ります。キモい。乗ります。我が輩も乗ります。お主も乗るの？せめて同じ場所に降り立ちましょう。そうね。それができないから。ゆっくりね、降りるの。確かにラグあってちょっと難しいかもしれないけど、お前どっち行くんだよ。じゃあこの辺でどう？今回。すぐだね。もう降りなくていいんじゃね？降りなくていいんじゃね？これ。あれがあるからさ、スーパーから降りなくていいんじゃね？速度がこう、落ちてくっていうか、地面との距離を考えるとさ、早めに降りた方がいいんじゃないの？ルートレイクあたりで降りた方がいいんじゃない？ルートレイク？ルッキングフォワード、ナウじゃない？ナウ？はい！あばよ！大崎にとっつぁん！誰？マネガタ、マネガタっていう俺が話したキャラクター。お金を投げるの。そう。よし。どこだっけ？早いかな、俺。ちょっと。街の中に入るんだけど、今から。おう。え、街の中だよね。違う？え、違うよ。え？村の中。街の外だよ。やだー！街いる！はい、お先に失礼します。どういうこと？お先でーす。いや、今、知らない人だったから挨拶。あー。ヘブンに大崎に失礼か。違う、そんな、そこまでじゃない。ヘブンには帰らないよ。お人いるかな、この辺。いや、あー、どうだろうな。どうだろう。あー、とりあえず。ない。なんもないよ。なんもないってことないだろう、お前だってあるよ。ちょっとした。なんもない。ちょっとしたものは。なんもないよ。いいところはある。俺は探せないけど。探せないんだ。俺にはちょっと俺には無理だけど。探して難易度高い、うん。お前のいいとこはちょっと。
おなんかすげえ音がしたけど、うお前誰だ今、今俺の前飛んだお前誰だ、はおいお前ぶっ殺すぞ言わないから今俺の前撮ったの誰だ本当にお前だよお前のことだよなんで舘さんだけそんな離れたとこいんの俺もう合流戦に私結構偉くない今回流行の内側にピン置いたよ偉いまあまあやべ全然当たんねええいなんか秒針が聞こえる全然秒針が聞こえる秒針がいつも通り聞こえるパーマーしかないっつさあらまこと何か何かないモーテルっていう看板はあるのにモーテルはないしどういうことだ追い詰めてる感じなのに何だこの追い詰められてる感追い詰めてんの？うん。あの相手武器も何も持ってないのに俺が追い詰められてる気がする。おお。大変やね。大変やな。なんか違う気がする。私隣のモーテルの中でちょっと武器探してくるね。よっと。モーテルあったんだ。武器取ったんですかあなた。すぐよほーよほー。やったー。初めてやったよ。あ、弾がすげえな。危ねえ、よかった、危ねえ。ごめんな。俺、おめえのこと嫌いじゃなかったけどよ。時代が悪かったんだ。いや、その喋り方じわじわくんね。時代が。なんか。あれ、なんかキラッとしてきましたけど。今頃言ってる。あ、俺ヒットポイント5しかねえ。一人倒すのに5ってこれ絶望的だろ。いやいや。5だよ。早く直して今直してまーす直るの危ねえよびっくりした75まででしか回復できない友達だった友達だった踊り始めた友達が踊り始めたダンス要員って言ってた友達が踊り始めたえ大丈夫仲間だショットガンの方がいいかな大丈夫仲間だおいおいおいちょい俺前銃1個しか持ってなかったぞおめえは確かにいいやつだったよお誰だだが時代が悪かったんだ時代頭悪そう時代が悪かったんだ絶対時代が悪かったせいじゃねえな頭が悪かったな頭お前の頭が悪い時代がよ言いたいだけだきっとなんか曲聞いたんだきっと時代がよ聞いてください大層な言葉言いたいだけだ時代大層な曲名だとりあえず我々ここにどうにかして籠城するエレキさんどうする赤い人は言ってる黄色い人ここに籠城だってすぐ流行じゃないやべ弾がねえなあ次の流行どこ次の流行は今流行の中だもん、ね、だって今流行の中だけど今ちょっと流行の端っこすぎじゃねえかなって話ね俺外だよあちょ3人のそっち、うん、3人ともいるよせめてもうちょっとさこのしな何色が紫が向いてる方向の中集落みたいなのあれまだ流行の中じゃないうちらまだ流行の中だねああと2分ここのまんまかなんか補給物資が来てる取りに行ってみようかな殺されない大丈夫殺されたらそいつを殺してほら行ってみるからよあの取りに来た人を殺してみるあでも一緒についてってるよ嘘じゃあ殺されたらいると思って私は隠れてるね俺が生きていた証として取りに行ってみるわ見てるとりあえずおいえあ向こうの方から盾さんが来たあんたかあ撃たれてる撃たれてる撃ちてる本当にこれは本当、うん、俺が撃って敵も撃ってるなんで撃って撃ってんのんあのみんなで撃ってたあれでもしかも、りょうた取りに行ってんじゃん。しかも、今取りに行こうと。次は、たてさんによる勝利の歌です。聞いてください。時代。時代。俺が悪いんじゃねえ。ドリンク、スポーツドリンク。時代が悪い。もうドリンクしかねえ。ドリンク、撃たれてる、撃たれてる。誰か撃たれてるよ。お前が撃たれてんだよ。行くぞ。は俺が悪いんじゃねえ。どこ行くの時代が悪い。あ、撃たれてる。撃たれてる撃たれてる撃たれてるだから入って、こう、どっかに建物に入る。アイアム撃たれてる。ナウ。バイも撃たれてる。ナウ。バイも撃たれてる。なんか、後ろから撃たれた、後ろから。は聞いてください。後ろから撃たれた。あ、ちげえ、盾さんだ。
は？いや違うよ、俺打ってないよ。え？でもこれ、ね、人がね入ってる跡がある。お、それ私たちが入ってた。私たちが入ってたの。え、撃たれてる。どっから撃たれてんだろう。あ、銃一個しか使えねえのか。そしたら、とりあえず撃たればいいんじゃない？包帯、包帯ここにあるよ。家の中あるよ。包帯取りに行ってるか。それはいいんだけど、それはいいんだけど、どっから撃たれてるかわかんない。いや、それはもう無視ぶっこけ。え？そいつがちょっと待って動い、流行の外側から俺もさっき撃たれたから。おう。そっち側に後ろから撃たれたね。流行の外側から撃たれたのか。あ、殺されてる、殺されてる、4人目が殺されてる。4人目だ。どうだ、うん。じゃあ流れ玉が飛んできたのか、こっちに。いや、流れ玉じゃ死なねえだろ。あ、ピョンピョン飛んでた。違う、4人目が多分撃たれてる流れ玉がうちらに飛んできたんじゃなくて。4人目、あ、ここな、オッケー。来るかな。ああ、ダメだ、助けに行けねえ、行けねえ。それは、ケンジ、悪いな。それは、時代が悪いんだ。聞いてください。聞いてください。時代。俺のせいじゃねえ。やべえ。時代が悪い。あの時代のせいにしてるだけだ。大層なもののせいにしてるだけだ。こいつ。歌詞クソだぞ。歌自体クソだ。こいつ、人のせいに人ではないんで、大層な人ではない、もっとすごいものに責任を押し付けてるだけだ。ぴょんぴょんしよう、みんなに負けずぴょんぴょんしよう。ここでもそろそろ時代のあれに取り残されるんだよな。そうね、俺のせいかもしれないぜ、俺のせいじゃないからよ。楽しそうで何よりだな。行く？そろそろ。行こう。そろそろ向かっていた方がいいんじゃない？大体全部俺のせいじゃ。そう、相手の場所がわからんかったね。全然相手見えなかった。なんか破壊されてるのか。そっか。それも時代のせいなんだ。とくら。ほら出てこい。ほら出てこい。ほら出てこいよ。トラックがね、急にメキメキ周りが。そこもう、あの、大砲があった、大砲じゃない、包帯。大砲と包帯間違えちゃダメだよ。撃たれてる、前撃たれてるよ。撃たれたね、今、エレキ。だね。近いね。何系だった？あ、死んだ。死んだ、エレキが死んだ。ちょっと、待て、動くな。あ、撃たれた、撃つ。よし、これ背中にしても行こう。無理だ。あいつはもう無理だ。あいつはもう。多分ね、さっきね、あ、分かった。エレキ助けられる、これで。はい。え？助けられるかも。はい、あ、私が死ぬ、ごめん。はい。はい。何それ？おにぎり？そう。何それ？そう。あ、煙幕か。あ、来た。今どこだ、お前。ごめん、死んだ。近かった。みんな、私がいるところ行きちゃダメだ。近い？みんな、もういない。だってそれ近い、超近い。あー、そっち向かった。建物の方向かった。山から行くよ。山から行く。煙幕張ってあんの俺？これ。そう、煙幕の方だったら平気だけど、そっち危険かな、たてさん今向かってる方。あ、大丈夫、そっちがダメ。オザリーもう死んだか。よし、行っちゃうな。死んだ。いや、あばよ。どっちかを生き返そうかなと思って。いた。生き返せられるの？生き返せるだろ。生き返せんの？あの、だって、まだあれマークだった。いやーギャーギャース、ギャー流行が、流行が早い、流行早い、流行ってます、ね、流行ってます、これ、あの、流行です、これ大丈夫です、これどれくらい距離あるんですか。あー遠いジラジラ開くんだよ。あいつは俺に追われてこの流行の外に逃げてったはずだから。わー、流行視界悪いなこれな。流行から後輩なら敵いるか、見える？見えないね。それよりも逃げた方がいい気がしたな。そうだな。俺、やったな。これダメだ。一回巻こう。はい。
撃たれてんのか、バチバチ。37、36、35、34、33、32、31、風呂入ってる子供みたい。何数えたら出られるの ?100。結構100遠いんだよね。最後の方どうしよっから、ヘイ!ヘイ。楽しそうだな。あとちょっと、あとちょっと。あとちょっとだお。セイ!ヘリが早い。直線距離で。直線距離狙ってる人がいるかもしれない。直線距離で行ってんのに。畑の。うるせえなぁ。人の振り見て我が振り直せ。やべえ。どういうこと?やべえやべえ。3になった減るのが。あ早っ。あ早い早い。死ぬ死ぬ死ぬ。早っ。でもあれ。はい上の、上の青いの関係ないんだね、これね。上の青いのから減るかと思ったけど。おー死ぬはいはい撃たれてない撃ったの撃たれたよね。ま、いや、俺が間違えて撃っちゃった。5、4、3、1、入ったあえ、どうした誰が悪いの今、撃たれたの弾け飛んだおめえのせいで死んだんだってさ、俺ら6位だって。はい。おぉ。あ、ウケる。入った瞬間に弾け飛んだ。狙ってたのか。くっそー。なかなか楽しませてくれたね。ありがとう。ありがとう。よかったよ、よかった。よかったくそー俺自体にやられたか流行にやられたわら俺が俺にやられるありそう中盤の展開でありそうレベル5になったレベル5になった5になったっねそういうことね、ことね妖怪ウォッチ的な感じだね今俺らおう俺らかどうかしらニュン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 何それ新曲濁、ね、して全然何も伝わらなかったあ、な、あーニュ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 もう全然何もわかんない何にもわかんない君は何を言ってるっていうのだけわかったデデデンちょっとどうやって使うの今もらったやつは使えないのもらったやつ、うん、なんか俺もアイテムもらったキルしてないから何ももらえない。レベル3じゃ何ももらえない。え俺もレベル、ん ?5 だよ。エリキさんどうしたどうしたどうしたやっぱ、やっぱプレイ時間短いから。プレイ時間かなセンスだよ。まあまあまあね。私ちょっと、これからだ。ちょっとレディー して待つ。で、次、人いるかわかんないけど。レディーして待つ疲れたからちょっと3人ともでもレディーしちゃったらさ、うん、うん、出発しちゃうよ、うん、じゃあエリキレディー待ちしてお前のタイミングで俺お茶飲んでるからじゃあみんなバイバイお来たぜ来てくれたぜ飲んでるでしょ俺がまだ知らんがなはいレディーが飲んでるでしょうが。やお。誰？まだ踊りっていうかテーマがラップできる感じじゃない。うお、なんだこれ。プレイヤーズ Q が158位になったぞ。もうエレキダメだ。興味ないの。ゲームやりたくないの。なんなの？ゲームやりたいよ。このゲームそんな好きじゃないんでしょお前さてはチェンジするあのいいエレキさんごとチェンジするいいよ開けてもらってていいよそしたら今日そういう感じのコメントまだ来てないから、うん、その流れになってなかったけどしとくチェンジしとくなってないからでヒルにしてうまい人入れる穴を埋める穴じゃねえけど最初から開いてる穴埋めるお穴じゃねえお前は足かせ俺らの穴だぜイエーお前はボケツー掘ればやイエイ穴なのよ穴掘るのなんでこれ俺のあれに合わねえんだろうイエイって入れる間に合いの手がよくねえんだなすごいほらお前のボスバスぶっ壊すのバスブス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 このお前がそんなところに争いのあるところに運ぶから確かに運ぶから最初は最初は8カウントで踊ってんのに後から8カウントで踊ってないね、うん、運ぶから運ぶそう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 いうことそうそれそういう問題ではない気もするけどそれは俺の歌やってんだぜ
イエイ、そのイエイ入れると中でちょっとタイミングがずれる。よし、誰かがすごい打ってくる、ムカつく。みんなで踊ろう、仲良く踊ろうぜ、イエイ。アスカちゃんと交代してもええんやで。いいって来ちゃった来た来た、あの具体的な名前が来た。そして具体的にチェンジする可能性が見出せた見出せちゃったぴょんぴょん、あ、やだやだやだ、上で超ボヨンボヨンしてる人がいる。なんだその人、なんだその人、なんか魚みたいになってるよ。お前が魚なら、お前、あ長かったな、この練習タイムがさあ、オザリーダここ、はい、おう、まあ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 、どっちつかつで何も手に入らない匂いがしていいんじゃないですか、ね、出ちゃった、まあ、飛んじゃったよ飛んじゃった、戻して開け開け開け、もう開け、上げて出ちゃったって、また内臓出ちゃったの、出ちゃったよ、内臓は出ちゃった出ちゃったよ俺が出ちゃったのはいや、行きまーす、みんな、あ、遠い、みんな遠いよ、開け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 ば距離が稼げる、もう開いてる開いてる開いてる、どっち行く、奥の町と手前の町とさ、その間にあるちっちゃい小屋群、お小屋群、あの奥にちっちゃい小屋が2つあるのと、おみんな早いな、俺の山越えようかなって思ってるけど、マジか、山を越え、よいしょ、ちょっとそしたらもう開くわ、俺距離が足んねえ、山越えだったら、山越え狙ってく、あ、ごめんごめん、お前違うところいるからちょっと話入ってこないでもらっていい？ごめん、ね、山を越えたあの2軒に行こうかな、じゃあ俺山の上にしようかな、いや、いける、端の2軒ね、いける2軒いける、あれ閉じない、あ、もう閉じられないのか、もうそんな時代じゃないって、閉じられないんだっけ、エレキさん、そんないいところ見せられないからって、そういう手に、そういう手に、じゃあ俺向こう行くわ、小屋の上行くわ、俺右、あーあああ俺右、うわ聞いてください、右俺耐えたの今の耐えた、単純な曲なさそうだよね、右って曲、あ、押せ、あ、で降りるの押せ、2軒、あ、2軒行ってる、これちょっと館に行くわ、じゃあそしたら外れた、ちょっと何おっそ、こんな降りてる間に79人でもう、おっそ、は、早っ、最初からそんなにいなかったんじゃないの、え、そう、っていうか流行大丈夫これ、いや、あの、お前のこと人数に入れられてないんじゃないの、あ、そういうことあ、なるほどね、なる納得、完全に理解した、管理か、管理か来た、そういうこと、そういうことね、完全に理解した、お前だってまだ降りてないんだけど今降ります、今なるな、お前だからゲーム入ってねえんだって、今降りるよ、いてもいなくても一緒、タテさん地下にいる、何にもねえ、この地下びっくりするぐらい何にもねえ、宝箱だった、っばっかばっか言うのにタテさんの名前下ちょろちょろしてるなって思ってお、俺初めちょろちょろだからな、なんかパパ？おお、赤子も泣くしな。赤子泣くんだっけ？絶対蓋取んねえ。かわいそうに。おっさ。何今？ドリンクドリンク。もうそそい行かない？もうそこ俺もう見てきたよ。この家破壊しちゃう？うん、何もなかった。うん、ここ何でここダメだここ。もう一軒あったべ。右側に。ドリンクドリンク。どっちどっち、そして4人目の選手がいない。どっちどっち？どっち行く？あれ紫、そう、あれイエローがいない、イエローはちょっとあの山の上にいる、イエロー、イエロー山にいる、そうそう、イエローエレキ、イエローエレキ、おワイパープルでしょ、エレキパープルだから、エレパーはさ、エレパー引っかぶったエレキパープル、エレキパーマ、エレパーエレパー、結局エレパーやん、ちょっとエレキみたいなパーマにしてくださいちょっと何言ってるか、ちょっと何言ってるか分かんないですね、え、あんなタワシみたいな感じにしちゃいます、知ってんだそれそいつそいつ誰だか知らねえけどよそいつ、エレキさん向かってる方さ、結構でっかい町だけど、そっち行く、人いるかもよ、え、あの、単純にまっすぐまっすぐ、マーカー流行の中に向かってる、えこう、あ、でもどっちも人いそう、この真ん中から行かない、
この真ん中、この真ん中ってこと？権利が、権利はあれがあるから、ラグがあるから。そうね。でもなんか、武器持ってる？合流しそう。あ、私は武器持ってる。あ、でも42発、15発、18、48発。ライフル欲しい。使わねえからいっか。前なんか スナイパーライフル7発しかないよ。うわぁ、豚に真鍮、エレキに砂ライ。あー、すぐ鼻水が出る。春だね。股間狙って撃ったりが映るかもしれないじゃん。もしくは家の中に立てこもる？あ、てかまたこの左手にちょっとした町みたいっていうか施設があるけどどうする？ちょっとさ、流行の端っこすぎない、うん、すぐ流行に1回見に行く？2分あるから1分までちょっと探索しようか。ちょっと武器が俺心もとない、ハンドガンしかない。前も砂ライしかない。ウィー、ケンディー、お前そんな下から？ケンディオッケーオッケーオッケーよ、オッケーよ、クリアリングは2人でよ、オッケー。あ、ケンディが見つけたのに俺が取っちゃうスタイル。あ、オザリが取った。私取ってないよ。経験していってしまうの？あのケンディが捨てたやつ、俺欲しかったやつ。あ、それは俺のボール。いって。え、誰撃ったの？なんか、うわ、蹴れる蹴れる。ボール蹴ったらね。あ、ゴールしたらピピーってなって、なんか喜ばれた。なんでだよ。喜ばれた。楽しそうだな。ゲームセット、ゲームセット、野球か。セルフツッコミやな。撃ってる、誰か撃ってる、撃たれてる、撃たれてる、誰か紛れ込んでる。え、誰か紛れ込んでる、仲間だと思った。やったやった、あっやられた。ミスターミスター、こいた、こいたべ、こいと、こいとべにやられた。どこの人だよ。ミスターこいたべ一人じゃねえ。すげえ奥にいた。いた？うん。え、でも、まだ4人やられてないと思う。いや、初めて4人集まったか、これ、わら。あの、もう、リターンっていうロビーしかねえや。一気にやられた。小板部、ミスター、ね、ミスター小板部、すげえ、あの、4キル。今気持ち、興奮してるだろうな。俺4人もやったぜって。チーム全員やったぜ。チーム全員やったぜ。やったぜ、グビグビ、うまいぜ。バカめ、お前がやった俺らは素人なのさ、あばよ。なんで浴衣にサバゲやってるのに下手なの？それはね、私は茂みに隠れて撃つタイプだからだよ。茂み男性が入ってこれないようなちっちゃい茂みに入ってね、そっから撃つの好き。あとは、マジ特攻か。なるほど。仲間だと思ってたーだよねー。仲間に撃たれたかと思ってた。両体に撃たれたの。見て見て、腕のガムテープの色。え？ん？変わったの？イエローは見てちゃんと。え？いいよ。どういうこと？なんでお前サバゲネタでそうガムテネタがわかんねえの？ああ。いいよ、もうそこはもう終わったよ、はい、終わった話だよ。うん。俺とお前の話はもう終わったんだよ。ちょっとな、何の何が面白いかがわからない、うん。俺もよくわかんない。これがわからない。思いついたらすぐ言っちゃう。マーカーの話ね。どこが面白いつもりだったのか説明してもらっていいですか？あの、味方かと思ったっていうところと、あの、うん、ちゃんと、あの、うん、見てから確認してから撃ってくださいねって途中で言われる、あの、うん、味方撃ちかもしれないっていう、注意喚起が、フレンドリファイア的な注意喚起をされた時に言う係員の人のセリフをかけた。かかってんのか、それ。いいよ、もう早くレディーしようぜ。そういうことね。完全に理解した。お前知らねえのに入ってくんじゃねえよ、おめえはよ。いやいや、お前の母ちゃん、丸山。じゃあ行こうか。じゃあ行こうか。レディー。お前の一族、丸山。まあでも、どっちにしても私、サバゲー、多分カウンターの絵。何回も生き返って OK のゲームじゃなかったら、サブ、そこいなくなりますよ。復活戦やってんの、いつも。復活戦ですよ。よく体力持つな。俺、復活戦絶対全然持ちますよ。あの、カウンターのところまで行ったやつ。俺、戻らねえもん。広いフィールドなの。奥まで行って、パーンと打たれたら、チッて下打ちして、戻らないで、もうすぐ戻っちゃう。どこに？あの、セーフティーに。セーフティーに。一緒にやってる仲間たちが嫌だろ、それ。
人の命は友達少ないだろ。一つ何度も蘇れるのはゲームだけにしとけよ丸山。なんで丸山なんで丸山入れてきたんだろうな。なんで丸山に行ったの。巻き込まれたんだろうな。やっぱ言葉のマジック。おお、やっぱ言葉、あ早い。あのリリックってはやっぱりこだい、どこモザリーダー、あえてこの辺どう？ふぅー！いっぱいかな？おいだってね、レイク行ってみない？逆転の。いや、いや、いける。もう飛んでる？もう飛んでるよね。そんな。なんでだよ。飛びますって言わない。え、なんとかジロー？それ。うわぁ、いる？いるいる？いるいる？いるだろうな、そりゃ。いるいる？ふぅー！垂直落ちや、ポーン！手前にポン、手前にポン。あの交渉はね、全然いけないよ、ごめん。あ、ジェンジダメ？ジェンジつかないわ。やべえ、つかないのか。やべえ、これ中国ペイ。ちょっと、なんとなく屋根に行ってみる。壊す、ドン！やべえ、ここ屋根から落ちたら死ぬんじゃねこれ。あれこれ。屋根を壊して中に入ればすぐ、宝箱。宝箱とかあるよ。イェーイ。屋根壊したら前、内臓破裂したんだよ。ちょっと、やってみよう。リアルでやってみなよ。ちょっとやっ、リアルじゃ、すでに4人目が殺されている。キャンディー4人目。あの人は、こんなところで殺される人ではなかった。アーサー。あ、はい、死んだ、あいつも。丸山、アウトです。大丈夫でした。マジ大丈夫でした。足をくじくにも至りませんでした。え、4人目はどこで死んだの。なんだろう、4人目、屋根の上で死んだ。え、オンでチって聞こえたけど、オン。お、レッドキット、すならいナイナイツ。みんなどこ、みんないる。あの鉄とかほっとけよ。鉄。あ、お、撃たれて、撃たれた。撃ってきた、撃ってきた、死んだ。撃ってきた、撃ってきた、撃たれた。ごめん、絶対誰かいるから隠れてる今。うん、うん、それがいいね。外から撃たれた、中から撃たれた。外、はい、工場の外から誰かが撃ってる。悪い、俺死んだ。入った、今、おさりの方に行ってる、敵が。悪い、俺死んだ。コンタクト。多分ね、外行った、工場の中に。外から行った。あ、来た、横に行った。撃った。あ、倒した、ワンキルした。やった。それ、あの、後ろから来た。それさ、Y が途中までやってたやつじゃない。わかんない。あの、新しいことを今、あ、切る。おい。わかんないけど一人倒した私。おい、ごめんな。あー、もう一人いる。ギャー。あの、新しいチームに今、見つかった。新しいチームに。そして俺、弾がない。え、弾ないけど、たつさの周り人いる？いいな、あの敵がいる。あ、いるのか。3人目の敵が来てる。いや、来てる、撃たれてる、だんだん。だんだん行ってる。だんだん心が。飛び降りながら建築するんですよ、だって。飛び降りながら建築、そのもう最短でやられたよ。工場いっぱい来るね、わら。あ、くれの神水来たっぽい、わら。ヒューヒュー、勘弁してくださいよ、勘弁してくださいよ。おキャプテンスペシャリスト。あれ、おさりはまだ隠れてる。隠れてる。あのね、そこね、新しいチームか、もしくはあのチームの4人目が来てる、右から多分。うん、4人目、3頭目の中で死んだから右側に出てくる可能性あり。来た、右足音する。もっともっと行け。見えてない。どんどん行け。今日はドンカツだ。あ、全員連れてきた。正面めっちゃ横割ってる。あー、弾がなくなった。浜か。青使っとけよお前。青使ってたよ。あれ使ってなかったっけ。ま、でもだって一応あったけどすぐ減った。ああ違う、4人いる新しいチームだ。また違うチームが来てる。ここにダメだよ。ここやっぱこの真ん中はダメだったかって誰がいるよね、きっとね。だっておそらく俺ら1チーム壊滅させてるもん。私がとりあえずワンキル今日取れたことでちょっと褒めてほしい。そしてね、俺がね、うん、多分そのワンキルは俺のおこぼれだけど、俺もワンキルしてるから。お、おめでとう。ありがとう。おい、俺たち人殺し。やっちまった。おい、やっちまったよ。私レベル6になった。
これまだ5の200以上なんだけど。まだレベル3なのに。どんどん行けーどんどん行けお、どんか作ってる？どんかつな。どんか俺あんま好きじゃねえんだ。パスタがいい。パスタがいい。どんかつ。パスタがいい。イタリアンか。あ、4人目、どなたかお待ちしてます。いいよ、置いて。待ってっぞ。待ってっぞ。なんか違うモードがあるんだけど。え？金、あ、ゴールドモード。色武器。なんか金だけで。でも、武器がゴールドになるだけだからやだ。やだ。いろんな色がいい。そうね。じゃあ行くぜ。外れでも勝ちたい。外れでも勝ちたい。中央。何話しかけてる。中央。誰かと交信してる何？空と交信してるの？いや、今ちょっと迎え来た迎え来た。未来の俺から連絡が来た。何？彼の言葉ちょっと、カード使ってんじゃねえぞって。勝てねえって。勝てねえって。丸山がいるから。そんなこと言いにわざわざ。普段拾えない武器使えるのに、わら。あ、拾えない武器見たことない武器ってこと？わかんない。あのね、アサルトライフルはね、確かに面白いんだけど、4倍スコープがちょっと使い勝手的にいいんだけどな、スナイパーライフルよりは。なるほど。スナイパーライフル16倍ぐらいでしょ、あれ倍率。結構じゃないですか。はい、倍率、ドン！はい、さらにドン！ 1、6、2、3、2。ちげえし、その倍率じゃねえから。ぽよーん。楽しそうで何よりだな、ほんとに。ぽよーん。いっぱいやってんのかな。ほとんど忘れた。どこだ？じゃあ、この辺でどう？おお、もう行かなきゃじゃね。急に君らしいところに来たね。ゴー。あれ、あれ、あ、ゴーってこと、ゴーってこと。あ、今、降りていいですよの中だったんだね。ケンジ、うん、早いよ。ケンジさんかい、早いよ。これ一回ちょっと距離稼ごう。開いて。一回開く？一回開いて距離稼いだ後にもう一回落ちる。でもう一回開くというテクニック。そんな何度も開いたりとしたりできる。はーい、できるんですね。誰？はいどん。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 はいどん？作曲家？あ、なんだろう。ゴールの前にカラコ。あ、またなんかカニがいる。カニがいる。カニ？カニ。カニカニとこカニ。そんなのいるわけねえだろ。こんなとこにカニなんだよ、お前。夢でも見てんのかよ。カニ。カニだ。カニだ。そんなことやっていたら、俺がぶっ飛ばしてやるよ。あー、あの小屋なんもなさそう。小屋なさそうだな。オッケーオッケー。あんまりオッケーじゃないけどオッケー。え？あ、ちゃんと。ちゃんと4人目の仲間はちゃんと集合地点で降りてるのに、え、来るかしら。僕まだ降りてないんだけど。まだ到着着地しないんだよ。大丈夫これ。え、あの着地点は見えてんの？その着地点は全然見えてる。お前のネタ的な着地点、うん、ネタの着地点は見えてない。あ、見えてないの？は見えてない。あー、くそ。え、どんな将来はかは見えてる？あー、なんか宝箱があったからそこ向かうわ。将来性は見えた。将来性は見えたけど。あ、見えてんの？やられるかも。やられるかも。ほら、みんなピンに集合しようという気はある？あるけど、武器をちょっと取りたいかな。うん、まだ武装が足りない。そう、武装は今クワしかない。あ、ダメダメ、ならないで。警報装置ならないで。この車壊しちゃう。おう、いい宝箱。弾が足んねえんで。あれ、弾の表示が。サプレッサード、なんとか42発。サプレッサー。おう。おう。先週出たよ。覚えてないの。おう。どうする、お前。なんか、音出なさげになるやつ。殺すよ。
命がリュウジンに奪われる。エレキさんの未来が見える？え？だってコメントで。ああの将来性がないところとか。将来性はよくね、うん。わかった。発展性がない。発展性。伸びしろがない？ああ、なるほどね。なるほどねじゃないし、伸びしろがないっていう意見もどうかと。伸びない。伸びないとかどうかと思う。今がベスト。エレキと見えた全員。今がベストなの？ここまで。ここまでがベストなの今。伸びしろかと思ってたら、のりしろだった。あ、なるほどね。塗るとこだったっていうね。なるほどなの？大丈夫それ。納得しちゃったけど大丈夫。なるほど納得なの？なるほど納得じゃねえ。なるほど納得ってなる。お米こう、こねくり回してペタってくっつけてのりっていうタイプ？昔はそうだったでしょ？そういうタイプだよ。そういうタイプではない。いや、ごめんなさい。ちょっと何言ってるか分かんないですね。なんで？いや、俺はちょっと、平成知ってるから。平成知ってるから。平成の世に生を受けてるから。おう。おう。いつ生まれたかは言わない。この施設、ギリギリだけど入ってみる？なんかギリギリに施設あるね、いつもね。パルゼ丸山みたい。ああ、ギリギリ説怖いな。要塞だな。ギリギリは。ギリギリ。ギリギリやめてください、ね。また殺されるやつかな。うん、俺どこにいるんだろう。あ、俺すげえ流行の中心にいる？もしかして俺。俺が？俺が流行だった。これ。中心ではないんじゃない？俺流行だよ。やばい不安になるぐらい流行にいるよ俺。え、流行なんか俺怖い。俺流行だった。俺流行なんか悟りすぎると死ぬイメージ。そこだね。悟りすぎるとね危ないから。ステイリースプリン撃たれてる。どこで？え、何色さん？わからん。青色さん撃たれてる。ポヨンポヨン。あ、流行の中心すぎるからだよ。そんなに中心とは思わなかったわ。だから中心にいるって言うたやろ、ワイ。おお。巻いて。おお、びっくりした。ゆっかざりだったわ。よ。巻いて。よ。よ。やばいよ。流行近いよ。見て見て、俺の方。誰かいるか見えない？まだ俺と姿。見えない。全然見えないね。うちら施設の中にいるから。全然端っこだから。それは何の施設？お金ない人が入れるやつかどうかは知らないけど、おまわりさんがいたとこだな。お酒飲んだ丸山が入るやつ？お酒飲んでも入らないから。入らないから。酒に溺れた丸山たちを。来たエレキさんがやられてる。やんぜ、はい、おめえがそのタイプだったら俺もそういうタイプだから。俺そのタイプ。ごめん、おめえそのタイプじゃない。やめてやめて。リョータ NEXT TEAM MATE NEXT TEAM MATE。 エレキさんがやられてる。エレキさんたちこっち行くよ。こっちこの辺目指すよ。いたんだよ今目の前通りそうなんだよ。ちょっと一瞬路上するわ。ちょっとあれこれ3人集まってない？集まってはないね。え？やべえよ。ケンディ、そこ、俺が殺された、俺を殺した奴が潜む街だぞ、ケンディ。いなくなった。そうね、そうね、戻って。じゃあ次。あー、これダメだ、ダメな奴だ、こいつ。流行の外で、そういうまっすぐな歩き方な。これダメなやつだ。もういいや、見ないでいいや。次行こう。なんだ？すごい、おざり全然違うところにいる。え、ちゃんとでもマーカーをつけてるよ。え、あー、ケンディいるところいいな。ケンディいるところに行こうかな。あー、すげえところにいんな。宝箱を見つけとる、ケンディ。あ、材料が足りなくて取れないだと。ケンディも頑張ってんな。おら、僕、元気か、丸ボコのみんなー、死ぬー、死ぬよ。死ぬよ。土下座してる。
お三人が土下座してるだと行きたいです、ね、行きたいですってアイコムさんにやられました。お、そうか、俺どうしよう今ね、合流すか。ケンディーがね、材料、あ、集まった、宝箱にたどり着く。いつの間にニックネームつけたんだ、わら。ニックネームいるなぁ。ケンディー遠くに見えるなぁ。スナライ的なものねえかな。お前、それだから取ったって。スナライ持ったとこに行かないだろうるせえな、こいつら。サラウンドで聞こえるけど言ってる意味は一緒だから。おう、聞こえたわ、ちゃんと。お前に対する憎しみしかないからな。やだやだ。合流すか、とりあえず。お前がちゃんとやってやれ。わかった。ちゃんとリードしてね。どうですか、解説の篠田さん。何ですか？あの、丸山選手とケンディ選手の動きなんですが。どうですか？とりあえず、2人は合流はしない感じですかね。合流したいですね。あー、ケンディ、正面ぴょんぴょん2人が飛んでた。気をつけて、その向こうがぴょんぴょん飛んでるよ、2人が。森の中で、喜んでる森の中で。気をつけて、車線取っても、そうそう、そうやって森の中で。いた！左から来てる、ケンディ。いてる、いてる。いるなぁ。ケンディ、ケツ。元気かって言った途端に元気じゃなくなったザリ様。そう、死んじゃった。はい。飛んでるなぁ。ケンディも。そして、ケンディが殺されるところも。タテさん、ニックネームつけたがるから、わらわら。そうな。エレキがね。丸山、珍しい！エレキさん、見せ場だよ。エレキがね、ケンディ殺されるところを遠くから見てた。助けもせずに。この建築慣れてないから、わら。助けられないでしょ。手を出さずにこいつ、仲間が殺されるところを見てやがった。人映ってたでしょ。人が映ってたから。でもエレキさん、そのさ、構えてるのは分かるけどさ、腰引けたまま歩いてんと、遅いと思うよ。こうやって、まあいいんだけど、まあ、それ上手い人のやり方だよ。あ、そう。あの、家の中いるよ、左の、ちっちゃい中国の中にいる。中国に3人いる。中国に3人いるの、うん、?3 人、中国も、もう3人もいる、中国が。中国が建物の中で左の中国に3人いる。国がいるの、ほら、あー、ほら、あー、ほら、言ってんのに。お前、背を向けるから。お前、なんで背を向けんだよ。お前、そうやって現実からすぐ。辛いことからすぐ。そしてお宝をもらわれる。エレキさんがラストマンだと、助けられたかどうかじゃない。助けるんだよ。それな。なんでさ、かっこいいこと言うんだろうな。それな、助けられたかどうかじゃない。建築苦手ーって。ていうか俺らも建築してないもんな、はい、建築してない。私結構 F3 はずっと使ってるよ。すごい使う。 F3 はね、階段。 F3 って階段なんだ。俺ファンクションまで行っちゃうともう指がわかんない、うん。だいたい F3 押して階段作って Q で戻る。ちょっとそれやろうぜ。よし、もう一回やろうぜ。やっぱり私が一番慣れてるな。俺が一番戦って殺してるけど。俺で1もワンキルずつだからそんなことないんじゃないの。いや、2キルぐらいやってる。俺もう全部トータルで3キルぐらいだよ。トータルで。はぁ。もうトータル1キルぐらいだよ。私、キルしてんの？してねえよ。昔したもん。昔で今日じゃないよ、ね、ぐらい前したもん。今日はしてない。今日はしてない。なんなら今日はしてねえ。社会的に殺したとかそういうこと。それで殺せんなら殺すけど。え？殺される方だろお前は。いけねえ。いけねえって。どういう受け答えだよ、いけねえって。失敗。俺だった。失敗。なんだこれ。パウチャーズ。4人目もトム。おいでー。楽しいよ。おいでー。タテさんがやられるところを目の前で見てたのはワンキルにカウントする？お前、助けなかったのか。ボーゲアさんから。丸山って名前つけるぞ。あの、仲間の死をただ単にこう見ちゃうのは、あの、見ちゃう行為は丸山行為って言います、これから。ねえねえ、私踊ってる、みんなの前で踊ってる。え、どうやったの？出せイエイ。あ、分かった、俺もできる。俺は真ん中で踊っているんだぜイエイ。
どうやってどうやんのみんな、とりあえずお財布はレディーを押してから踊れよ。もういい。レディーを押す前にみんな死ねばいい。踊るんじゃねえぜ。イエイ。ウィー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 。誰かロビーでロビー踊るで検索して。ロビー踊るで検索して。レディーレディーの画面で踊る。知恵袋知恵袋。お前の仲間は。俺だぜ。みんなロビーで踊り始めたんですけど、僕はどうしてボタン。このグループの名前をつけようぜ。なんとかさえ名前をつけたいんだぜ。始まって以来のイライラ感。始まって以来一番イライラしてるこれ。みんなヒゲが伸びてる。みんな死ねばいいのに、なんとか早く終わんない。早くレディーしてるでしょ。早く。早くみんなで、よーラディー、よーよー、早く、よーよー、お前の、はい、終わって、涙出てきた。今日スーパースターまだか。踊るぜ。ラップバトル負けでした、これは。俺はお前のよりだぜ。エレキさん、みんなが踊ってるんだったら、ユーは歌うんだよ。呼び方とその文章よ。よよよよよ。ちゃんと私は文章に対して正しい読み方をしてると思う。とっとことーとっとことーとっとことっとっと。読む方も読む方だな。書いていただく方も書いていただく方だな。丸山すずぞ。よし来い。おざりだ。おふい。おふい。まず着いたら踊って知らせて。ゴーゴーゴー、いっぱい落ちた。うわ、こぼれてる。バスからたくさんの人がこぼれてる。大丈夫？開く。この離れ小島って行けるのかな？行く？いや、行くとさ死ぬか。大流行。死ぬ？死ぬ。死ぬ？ザリ様の読み方120点でした。感動した。ありがとう。もしその読んでほしいコメントなどありましたらですね、ぜひで、ね、アルシアの方にハガキ送っていただけると、そのコメントを読むか読まないかを決めさせていただくので。あ、そう。コメントアルシアに送るの長くない？コメント機能があるってのに。あー、ダメだ。おさらに右側電気工場の方にたくさん人が入ってるよ。あ、これ電気工場じゃね。あの手前の工場すげー入ってるから気をつけて。こっちに攻めてくるっぽい。奥じゃなくて手前、このここにたどり着く前にあった工場。これは誰も入ってないよね。まだ入ってない。入りたいよ。侵入あたい入りたいよ。あー、多分誰か入ってる。音がする。いるいる。音がする。電気工場だ、ここ。音がする。やばいやばいやばい。どうしたどうした。おざり、俺だ。どうした。人がいた、人がいた。いた、違う人？撃たれてる。なんか落としてる、はい、パンパンしてるよ。一人死んだ。一人死んだ。一人殺した。殺しちゃった。殺したの。宝箱なかった。オザリーはまだ生きてる。オザリー生きてるけど、ちょっと今逃げてる。一人殺したな。その中にいた。いた。私目の前に殺してきたから。え、すいません。やだやだ、やめよ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 、やだよ。あー、リョータ。え、ここ死ぬ。あー、リョータって言った。俺のことを見ている。え、すでに俺のことを見ているってことは、お前まさか。いや、あ、お前まだ霊体じゃない。僕まだ空はなんだよね。あのね、その中にね、2人か3人入ってる、うん、2人入ってる。あ、あんじゃん。どうした。便器工場の中にはもう2人いるよ、すでに。エレキ工場の中にいる2人も。え、便器工場、エレキ工場の中に2人いるの。僕詳しくないけど、どうしたらいい、これで。一人はやったんだが、もう一人はやれなかった。殺された。詳しくないんだよ、うん、いっぱいの宝物を持っとられた。どうしよう、すごい建築物ができてる。ちょっと僕今入るとやばい。撃たれてる、撃たれてる、撃たれてるよ。もうなんかもうごめん、みんな。ちょっとみんなと合流するような場所に安息の地がないから逃げちゃってる。いいよ、丸山はもう死ぬよ。あれ、丸山多分もう死ぬわ、うん、なんかみんなに追いつける気がしないから。スピード勝負に負けてるもん。でもワンチャン、小屋の下に何かあれば大丈夫かなって思ってる。あのね、ケンディも気をつけて、そっちの工場入ってるから。何かあった。やったぜ、ベイビー。ベイビー？赤ちゃん？
うるせえな。うるせえな。プレイ的な意味でベイビープレイをやったってこと、いる正面に。危ない、人がいる、人がいる。だからそこはたくさん入ってるって、店長にはあるな、いろんなものが。これさ、だってさ、持つと、もう少しで流行じゃなくなるんだよ、ここ。だって、そこスタート地点で入ったもん、すごいたくさんの人たちが。あ、そう。うん、もう、そうそう、あ、4人目が、4人目が死ぬ。4人目死ぬ、いるなぁ。ぴょんぴょんしてるなぁ。ぴょんぴょんしてるなぁ。ケンディって言ったら、今、シリが動いてる。なんでどこにいるんだ。あれ、もう縦さんしかいないよね。私、もう霊体だよ。うん、あれマジで、ええ。Y だよ。でも、エレキさん霊体みたいなもんなんでしょ。もうまあそうだ、ね、もう無理ね、今全然違うと思う、ね、もう違うと思う、ね、丸山ね、あの敵がいるかもしれないっていう恐怖で一歩も動けずでもまあ一歩も動いてないんだったら大丈夫じゃない。俺動くもう流行の速度だよ。あー、両ターエレキさん便器に精通してそうなのに。便器工場でエレキで、ね、ダメだった。恐怖で外に出ちゃった、便器工場からあまりの恐怖にそれ出る、うわあの失禁しながら出てた便器工場なのにな。まあ便器工場ならではですね、このプレイは。せっかくだから便器放送席、はい、どうでした。丸山選手ですけども、脱粉の方もされてるようで、はい、脱粉しながらの逃走ということでなるほど、情報ありがとうございます放送席、放送席、今日見事な脱粉をして逃げた丸山選手に来ていただいてますもう来てんの初回見事な脱粉でした。いやー、まさかね、出てるとはね怖かったですか。怖かったですね。まだなんかショーの方ならありうんですけど、まさかね、フンの方と、まあ、汚えんだよ引っ張り方が誰だ誰汚えんだよお前の話はよ。あぶね、いるいるいる、まだそこにいんのかよお前は。全然さっきの工場人が抜けたところが、お前ベイビー赤ちゃんの発言にはさすがにリョーターが薬でハイになってないか心配でした人がね、人がすごい登ってんの、ね、その人たちはね、さっきあの君が怖くなった工場にいた人たちと同じ人たちだよ。え、その人たちが中央に向かってるんだよ今。じゃあ僕、どこから撃たれたかわからんって、違う方向から向かうね。流行が怖い。もう65人ですよ。ナイス赤ちゃんプレイ。まだ65人もいるってことだね。後ろ向きです。さすが、丸山選手。今日なかなかね、残れてないもんね、うちら。そう。で、さっき、ライト違いの壁が。6位ぐらいだったよ。あれ？いつ？エレキね、エレキの野郎、どこに逃げやがった？待て、血痕があるから、おう、いや、待て、これ血じゃない、うん、ほら。なんだそれは。丸山選手脱粉しながら逃げたって言ったからだよ。ああ、そういうことか、血じゃない、これは。見事な脱粉でした。見事な脱粉でした。一切そんなことない。一回やってみたい。先ほど見事な脱粉で。ゲームから一気にね、遠のくというプレーを見せた丸山選手ですけど、どうですか今日作ってる。やりそうで。左の方で作ってる、うん、恐怖傍観するしかなかった気持ちってのはどんな感じですか助けようと思った、思う気持ちはあったんですけど。なるほど、助けようとは思った、はい、あの大体そう言いますよね皆さんね。あ、床たりだった、床たりなのかなあれ。ちょっとどうですか、あのチームメイトかチームメイトじゃないかわからない恐怖ってどうですかもう漏らさずを得ない。それは床たりじゃないよ、立ててんの。あ、違うね、なんか立ててるもんね、うん、違うね、その奥だよ床たりがいいのは。飾りの方に、でお前歩くんだったら左を見ながら歩けばいいし、宝物を取りに行くんだったらパッと行った方がいいよ、迷うよりも、うんうん、もう流行来てるけど、来てるね、うん、もう背中向けた方がいいと思うけど。エレキさんに読んでほしい。左側、左手2人いる敵が階段を、なんでそこでジャンプしてる、まっすぐに、え、知り合い、すげえ知り合い、え、なんで立ち止まるエレキ。え、あのね、知り合いかと思うぐらいね、並走してね、お互い打たないっていう知り合いかと思うぐらいジャンプして打ってくる相手が。え、そしてあの巻き込んでる流行にお前嫌なやつだな、みんな死ね。おざりは、おざり3回転半の綺麗な脱粉でしたね。おざりそっちからエレキさんに呼んでほしい脱粉だ。2人から、2人来るよそっちから、あの向いてる方から。
あれ、はい、モザリー、扉の向こうで見えない。エレキがね、今ね、あの人にはね、とどめ刺されずね、流行でじわじわ殺されてる。かわいそうに。流行が1と3減ってく。流行が 4減らさないで1と3減らしてく。あ、音がするな、パーンって。来るな。流行が。流行怖いよ。助けて。あの、おざりの姿が全然見えない、扉の向こうで。誰か扉の中だよ。閉めてんのこれ。閉めて、流行の中、閉めて、中に移動した方がいいな、そろそろ。流行にやられたお。私は中いるよ。流行の？あ、中いねえわ。中いねえわ。おざりそっちから多分来てるよ。あの、エレキ殺しが。もうそこまっすぐ行け、まっすぐ行って、右側の、この工場、どうする？工場は、ムシムシ。無視する？ムシムシ。だってここさっき殺された工場でしょ。ただ殺したよ、俺らもここで。記念する。知り合いに全弾外れからの流行。全弾外れ。すごいなー。お前、引き金をさ、引くのなんなんないためだった。じゃあ、気づいてなかったの？気づいてなかった。あの近さで？あの近さで気づいてなかった。まさかなと。おっ、みんな走るんだろ。あの、両線使え、両線使え。右から撃たれてるだと。あ早いな。普通に綺麗に殺されちゃった。死ぬ時早いな。戻るよ。俺私のだぞ。拾いすぎだぞ。すげえな。飲むなよ。飲みかけ。あ、スナイプ。なんだこの人。おはこんばんちは。おはこんばんちは。おはじゃ。今おざりが怒ってるところです。あのちょっと飲みかけのドリンク飲まれたんで飲まれたからね。まあ落ち着け、まあ落ち着け、思い出しなかった。落ち着け。今来たエレキさん活躍した？したした。その話はするなよ、約束なんだぜ。イエーググってロビー踊り初見です。ありがとうございます。丸山エレキです。はじめまして、俺が初見さん。ようこそ、ウェイ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 。ようこそ、歌って踊る俺たちなんだぜ。4人目募集中です。イエーイ。フォートナイトやってる人4人目募集中です。今からフォートナイトダウンロードしても俺ら、ね、私が一番上手いのよ、私が一番残るのよ。バリアだダッブンブレバ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 レ。イエーイ。多分できない。いざ多分踊れないんだ。歓迎笑って、ようこそようこそ。いざ多分踊れないんだよ。いざ多分踊れないんだよ。俺の左は視聴者なんだぜ。よよイエー。あ、コメントは随時書いてくださればどんどん私が読んでいきます。いいところなのにロビー大丈夫、人生の2時間こんなところにいて本当お前ら大丈夫か。ロビー踊れないロビー踊れない。おい企画者大丈夫か。人生使って平気か。なんでお作戦に紛れてそんなこと歌ってんの。踊ってたら何でもいいと思ってるじゃん。エレキにちょっとやってみるね、怖いから。マネージ何これ。なんでエレキにやる。何これ。初めての機能僕に使うのやめてもらっていいですかね。なんか怖いものはとりあえず丸山で。ただしさえ踊りたくて困ってんで。ちょっと待って、ロビー踊る。ちょっと待って。クリックすれば出てくるよ。いや教えんなよ、あいつが踊ったらもう俺ら踊るのも禁止ね。毎週来てる俺泣くぞ。踊ってる、もうダメダメ、踊っちゃダメ。踊れる、僕も踊れるよ。お前が踊ったから。踊らないと思ってるんですが、今日はできないのでまたの機会にぜひ参加させてください。いつでもどうぞ。毎週水曜日にフォートナイトをやってる機会にぜひどうぞ。なんかいろんなゲームやってるんで、ちょっとフォートナイトじゃない日もあるけど。最近フォートナイトに夢中だけど。そうね。フォートナイト。マイクラ早く直して。やらないっ。やらない。フォートナイト。マイクラ早く直して。頑張らない。マイクラ早く直して。ね、マイクラやりたいよ。やればいいじゃん。へい。週2時間以上、カッコアーカイブ含む見てるから大丈夫。オッケー。その人生を何かでね。鏡やね。あの老衰で死ぬときに思い返せばいい。僕は多分間違いない。聞けーわら。じゃあ。だいぶ悩んだね。この辺でどう？この橋行ったことない気がする。この橋？おう。飛ぶ？ゴー！ゴー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 ！落ちるー！マイクラ再出発説。
はわわわ。やだあの世界が懐かしい。いいか、あの世界、世界って言うけども、今俺ら帰り方がわかんねえから、あそこに戻れるかどうかわかんねえんだぜ。帰れるもん。別に死に戻りすればいいじゃん。何持ってるかも覚えてないし。お前死に戻りもできねえんだって。なんで？寝ちゃってベッドも破壊して。なんか死に戻りはできるじゃん。死に戻りはできる。完璧な死に戻り。マジな死に戻り。もう花びらのように、そう。散りゆく中で、夢みたいに、え？危ねえ。君に出会えた。リアルな棒読みちゃんだなと思ったらちゃんと読んでくれてたんですね。読んでるよ。棒読みちゃんだよ。危ねえ、リョータだった。危ねえ、リョータ。お魂かね、オザリーに持ってかれた。いいところ。オザリー！ん？ここ、ここだわん！ここだわん！ここだわんわん！なに？なに？ここだわん！巻き込まれるから。はい。ここだわん？はい。ここ、宝箱的なもの。あれ？ない。なんで私呼びかけたの？え？ちょっと、同様、同様？ここ、俺的な は？イメージ。なんだよ。ちょっとわかんない。通りにくくなってる。うるせえな。絶世の美人声優さんですよ。コメント読み上げありがとう。おびっくりした。なに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 、たてさんこれ誰誰、なんかガンガンの音聞こえる。え、俺じゃないよ。たてさんじゃねえ、誰かいる。俺殺そう。気をつけて。え、何え、誰がいんの。もう誰かいんの。こん中誰かいる。え、お前の家の中地下、たてさんがさっき掘ってた地下。オッケーオッケー。誰か入ってて。銃ある、銃ある。方だ。俺がじゃあその地下行くから。え、でも今逃げてきた。嘘だろ、お前すぐ逃げるもんな。うん、行くよ、みんな行くよ。絶世の脱粉声優さんもいますよ。誰だろう、ね、声優はね、そうですよ。誰だろう、もうレジ打ちながら。それは使うしかない。え、あ、どうした、どうしたどうしたあ、どうした、 お薬なくなっちゃった。大丈夫今日。いや、点滴タイプのお薬持ってきてください。一応頑張ってみたけど自分で恥ずかしくなっちゃった。あ、声優っぽいところを見せようとしたのね。Q、なんで私に呼びかけたの？ A、寂しかったから呼んだだけ。マジか。それだけなのか、この男。寂しかったのか。はい、はい、いる、いる。ナヤの方にいる。人が。いる、いる、いる。誰かの方に？誰の方に？ナヤ。いる、いる。ナヤの中に入った、入った。ナヤ攻める？攻めてる、攻めてる。攻めてる？俺、なんか中央行くから、おざり、カバー。左右見て、左右見て、一人じゃない可能性、一人じゃないからっていうのあるからね、何度も。おう。私が君を守るからのタイプあるからね。おう。よし、右から行くわ。いた。こっちから入る、私。いた、いた、そっちいる。いるいる。そっちから行って。回り込んで。守るかどうかじゃない。なんか建物建ててる？建ててる、建ててる。建ててる？誰が？撃たれてる、撃たれてる、撃たれてる。ワイが撃たれてる。あれ？誰もいない。私が直撃を受けている？いるいる。あれ、いない。それ俺じゃない？え、あれ、いた、あれ、あー、撃たれた。どこに、どこにいた。いるいる、こっちの、こっちの、こっちの、その先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 、すごい破壊されてる。逃げてるやつ。見えた、すごい破壊されてる。あー、めっちゃいる、めっちゃいる。どんな攻撃だ。どうしよう、どうしよう。どんな攻撃だ。おざり、おざり、そう、おざりが、俺の目の前で、おざりが、うっ、あ、サーバー。ラップン声優さんがゴールデンタイムを汚す放送ですね、お読み。あー、なに、この更新。間違ってはない。このクマ何？怖い。すげえ多い。わら。ね、めっちゃいたね。戦場でピンクとはな。あ、やってくれる。あっという間に終わっちゃった。あっという間に全滅だ。やっぱり、はい、みんなといない方が残れるんじゃねえか。よし、やるぞ。チームだろ。私たちはチーム。あれ？もう誰もいないの？ないよ。トラチーム来ますわ。うん。もう誰もいないよ。2チームぐらいがさ、仲間になってんじゃね。おう。あ、ダメダメ。そんな踊ってるやついる。ピンチの彗星来たー。ダメ。そのネタを振っちゃダメ。ラメー。あ、また新しいアイテム手に入った。リワード手に入った。ほら、もうレベル4になったぞ。あ、レベル6になってる。私6。俺も。はい、レベル4だよ。いる？誰かいる？おいで。おいで。みんな一緒に行こうぜ。おいで。次がラスト？おお、わかんない。また一気に死ぬかもよ。じゃあ一気に死んだらあと3回ね。3回
よし、やろう。もう、とうとう私ダンスできなくなった。誰か一緒にやりますか。すげえ。誰か一緒にやりますか。すげえ。ケンディーとオザリが全く同じタイミングで踊った。3回わら。さあ何回になるかな。だめだ。エレキが踊ったから踊んなみんな。やめて。やめて。ウェイ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 どうしたの？やめられない。ダンスタイム見るとザリさんのセカンドライブが待ち遠しくなる。今んとこ予定ないよ。そして今んとこ予定立てないよ。そんな踊ってた？ダンスはしてないね。次は踊るじゃステージを踊るステージ。マリアメリキが踊り篠田由香が歌うっていう誰得な感じで苦手と苦手じゃん。誰得だな。丸山さんだって練習したダンス踊らなかったからね。俺が踊らなかったんだって。それが3年、うん、違う、2年前の今日だよ。そして俺が喋らないとかどう？おお、斬新。多分吐いちゃうでしょそんなの。喋れないなんてってブエー。気持ち悪くなってブエーって吐いちゃうでしょ。精神的にこの辺でどう？はい。いいんじゃん。でも俺電車に一人で乗ってる時とかあんま喋んねえけどな。まあ、誰も喋らないよ、そんなの。そりゃそうだろ。ねえねえねえ。おあれエレキさんに聞いたっけ。タテさん多分電車乗らない気がするからあれだけど。乗る乗る乗るよ。ねえねえ、山手線の新型車両って乗った？乗ってない。乗ってないな。乗ってないのか、二人とも。どうしてもさ、椅子から立ち上がるとき頭打つんだよね。それは、ぶっ壊してやろうっていう気持ちが強いから。ああ、すげえいる！この街。何にぶつけんの？え、車掌？車掌が近くに来てる。車掌が来んの？丸山さんのダンスタイムいいね。ライブのな、ライブの中でトイレタイムが組まれてるとか助かるわ。踊り始めた途端にトイレタイムってのは失礼だからな。電気つけるから。お？喋れないとか何分保てるのか。着電がつくってこと？あのね、大丈夫大丈夫。俺結構大丈夫。立てさんの結構大丈夫は全然だよ。飽きちゃったって言う前までぐらい我慢する。人がいるよ。人がいるよ。どこ中どんなかどこ？いかん。どこだか情報出してから死んで。あとね、あの YouTube の画面開いちゃった。ちょっと待って。ああ、クワネ殺される。私さっきものすごい勢いで放送を終わらせようとしてた。クワネ殺される。はい、クワネ殺されます。クワネ殺された。僕何もしないのに。僕何もしないのに。すごい。14秒もかかる青いドリンク取った。すごい効くんじゃないそれ。俺4秒立つたびに 車掌にぶつかるんであればその車掌ストーカーだから通報しな。車掌じゃないんだよ。あのおさりの方から近づいてんだって。違う違う違う、車掌じゃなくって天井天井天井にぶつかる。天井っていうか、あの何、荷物置きに頭打つの。頭打つの。まあそう、おさり身長186ぐらいあるから仕方ないよ。何あったっけ。ないよ。163だよ。163に、まあヒール履いてると170近いかもしれないけど。ぶつけんの怖いわ。わらわら、網棚。そう、網棚、網棚。うん？テレビが5台ぐらいある山手線ってない？だから新型じゃないの？なんか新型なのかな。網棚ってなんか呪文みたいじゃない？網棚いいや、続けて、どうぞ。生阿弥陀仏ってこと？どういうこと？あの、シュラトみたいな感じしない？ちょっと何言ってるか分かんない。マントラってこと？オンなんとかなんそわかアビラウンケンそわかうまく3番だボタラン。しらバルダヤそわかとかそういうことね。まっかけ椅子の上に立ったらあかんで。椅子の上に立ってないよ。椅子から立つときだって普通に。椅子が立ってくんだって。どういうこと？あどういうこと？新型車両たてさーん。はーい。モニターがなーにたてさーん。なーに篠田だよー。やーよ篠田だよー。あばよ。なんか
秒針が聞こえる。またあれ、エリキさん今どこいんの？あのよ。あ、え？おう、あのよ。そうそう、スチームを見たらさ、うん、おう、あの最初じゃプレイ時間っていろいろゲームに出るじゃん。うん、あのまあまあ、あの信長はもう800時間ぐらいやってるって書いてあるんだけどさ、うん、すげえな。阿弥陀な、阿弥陀なって、それ阿弥陀如来の阿弥陀になってるけど。ダムドがさ、ダリンさんかわいい。まだ20時間ぐらいしかやってないんだよね。シュラと懐かしい、わら。あれ入るか、あ、アビアム剣ソアか。は？今、あ、お二人のあだ名、新あだ名。絶対それで呼べよ。アビラム剣ソアか、そっちから入ろうぜ。もう多分、今日中に流行りが終わる。アビラム剣いるぞ、アビラム剣。どこどこどこ、アビウン、あの、そっから、ほら、いるいる。あの、ね、入り口避けられたね。アビラム剣ソアか、右から行って、あ、いる、右、あの、左側にもいるぞ、はい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 。やばいやばいやばい、戻る、戻る、戻ろう、アビラム剣ソアか。あしまった、盾さんについてくんじゃなかった。ごめんなさい、死ぬわ、死んだわ。ごめんなさい、死んだわ。俺さ、果敢に攻めるタイプだからさ、やべえ、すげえいた、3、4人いた。篠田だよのテンションで5分お願いしたい。当たらねえ、わら。え、え、ごめん、一人、あ、ケンディーが、ケンディー、ケンディーちゃん頑張ってるから。僕ら4人目の選手が頑張ってるよ。頑張って。これをね、あの3年ぐらい、3、4、もう4年目ですかね、僕たちこのやっているんですが、今回初めて人様がやっているプレイを3人でやってみるというね。で、会話が全くみんなバラバラな感じの、なんかバラバラで申し訳ない。チームバランス、もう何も誰もみんなお互いのこと考えてないから、申し訳ねえな。言いたいことをする理由さ、言いたいこと、やりたいことをみんな戻ってあるんだ。最初に戻った。時代大層な、俺のせいじゃねえ。大層な曲名なのに、ただの責任転嫁。時代のせいなんだ。時代ザリ様かわいい、ありがとうございます。篠田優香、あれじゃない、最後にさ、1対1対、あ、でも1対1対1だと一緒のサーバーになれるよね。なれるのかしら。なれないんじゃないかしら。なれないんじゃない。なれないって話だったっけ。うん、れないえ、うちら最初どうやってやってたの？ 3 人組でやったんだ。そして知らない人が入ってたんだよ。そうそう。そっか。最後そのゴールドしか入らないやつやってみる。ラムドの今のプレイヤー人数見たら一人だった。自分だけじゃん。あのね。あ、そうだ。ラムドってね、あれは一人じゃできない。てか古すぎたね。古すぎた。古すぎた。ああ、古すぎた。古すぎた。丸ぼかのバランスはバラバラ具合のことだから大丈夫。本当？慣れもしないけど、試してほしい。慣れないかもしれないけど、試してほしい。やってみようぜ、じゃあゴールド1回。ゴールド1回。そう、みんなゴールドなんだ。俺、見ろ。ん？あ、今、セイントの話し始めたよ。ゴールドセイントの話し始めたから。今すごい飲み物かと思った。今も飲み物かと思ったけど、ちょっとゴールドつながりかなと思って。でも大丈夫、ね、あの脳みその瞬発力が俺すごいからさ。おお、自分勝手って言うんだよ、瞬発力で。誰かがついてきたその話も飽きてる。最悪だ。最悪だよ。すげえ、ケンディ一人で頑張ってる。このゲーム本当に頑張って4人って1チームなのに。どう考えても相手みんなチームなのに。タテさんのせいだから、タテさんのせいだからね。ケンディあっち行くぞって言ったのタテさんだから。ケンディあなたは15秒後の私たちの声を聞いているでしょうが、実は私たちは15秒前のあなたを見てコメントしてるんですよ。そうなのですよ。未来からのメッセージです。ケンディ、ケンディのプレイに集中しろよ。ケンディ、流行があと1秒で来ます。ほら来た。多分レートとか違わないから一緒のサーバーに放り込まれるでしょう。いや、エレキだけ違うサーバーに含まれるんじゃない。レートが違うから。それはそれでどうだろうね。やべ、レートがね、やべやべ、ケンティやべ、そんな手が移動、あ、落ちる。あ移動移動盾してた。やるじゃねえかお前。虐待おじさん。すごい怖い。え
いや、虐待おじさんっていうプレイヤーが今殺されたの。サブマシンガンで。そうか、残念だな。残念だな。ケンディ、それせっかく来たけど空いてる。宝箱空いてる、それも。空っぽ。脳の瞬発力すごいからに対するエレキさん超低いテンションのおうは感情がめちゃ伝わった。ありがとうございます。エレキの脳みそカチコチだもんな。勝てーぞー。カチコチでツルツルだもんな。勝てーぞー。もう別の成分じゃん。別の成分になってる。成分って。あ、すごい。でもいい位置なんじゃない、ケンディ。でも、うん、外だよまだ。外だね。え、ケンディG ジャンの外だ、ね、D! D! 気をつけて。D って呼ばれた。ディレクターさんかな。D、ダイヤモンドだって俺は。あ、ケンディはディレクターかもね。おう。え、なんだのディレクターって怖い。えダイヤでも怖いけど。あ、ダイヤ。死入弾が呼ばれてる。なんか来た。え、これ声援ほら。どうするケンディ、どうするケンディ。こっちに人いんだぞっていう。でもあれいつも一人だよ。ケンディあいつ一人だ。いけるぞ。やっちゃう、やっちゃうの？やっちゃうぜ。当たれ。やばい、ケンディ。ピョンピョンするな、やっぱピョンピョン流行ってんな。あの、ピョンコ打ちはね、そうね、うん、そう、あー、なるほどね。手榴弾投げた。あ、まさかの煙幕。あーうわ死んじゃった、ね、はい、煙幕で死んだところで、ラストの、じゃあ最後に。ゴールド、ゴールド、俺アイオロス。ダップンの D だけではないことを祈る。そういうこと？ダップンの D、そういうこと？ダップンだ。ケンディ。ダップンだ。どうすんだっけ？ポリッドゴールドにしたよ。でんでん。チェンジモードにして。大丈夫だ。煙幕だったー。いいやつだった。いやさったよ。ラリー。なんとかゴールドになってんのこれ。え？私も変えたけど。ゲームモード。ソリッドゴールドにしてるよ、ゲームモード。スクワットになってるよこれ。自分で変えて。はい。俺らソリッドモードゴールドだから。ソリッドゴールドにしたと思う。お前ローシー。え？ロケラン拾って遊ぼう。いやそんなに？はい。遊べるの？俺らこのゲームで辛い思いしかしたことないけど。遊べ楽しめるの？まだ楽しいって思ったことないけど。ないの？エレキは思ってないけど、一回も。楽しいと思えたことない、まだ。悔しさと。だの悔しさ。今まで苦痛だったのね。悔しさしかない。悔しさしかねえか。うるせえ。チヤホヤされたい。さすエレとか言われたいのに。いや、でもさ、エレキさん、よく考えて、うん。今までのゲームでもあった。うるせえな。あるですよ、あの、なんかスマブラみたいなやつ。スマブラみたいなやつけてたまに勝つし。東京ゲームショーとかでもクソじゃん。東京ゲームショーはクソだったよ。説明してくる。それは東京ゲームショーがクソみたいでしょ。東京ゲームショーじゃなくてお前がクソなんだよ。スカー、金色のスカーだ。ゲームは遊びじゃねえんだぞ。おい、ババア、ある意味撮影で。ババア、ゲーム持ってこいよ。ゲームも買ってこい。ババア。ドラクエ。ドラクエじゃなくてドラゴンバスターじゃねえかよ。テンテンテレテレテンテンテレテレテンテレ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 テ結構いいんじゃない。お前ジャンプして下押したらカブト割りできんじゃねえかよ。ドラゴンバスター両足がすごーい。テレテレテンテンテ。俺は平成生まれだからそういうのよくわかんないけど、今の子にその BGM 通じないわ。俺もよく知らないけど、俺は全然よく知らないけど、知らないけど、あー人が追っていく。テテテテテテレレレテテテレ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 テ
みんなの視点で見させてもらうね。テレテテテレテテ。配管料かかるからね。デレ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 。配管料。配管料取るよ。あの、アイアン剣ソアカはそれ取る女だよ。すげえすげえ、金色だ金色だ。アビラウン剣ソアカ。アビラウン剣ソアカ結構そういうの取ってるよ。取っちゃうんだ。デレ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 。やっぱ配管料。ケンディ危ない。ケンディ危ない。クワで戦ってる。危ない。クワで。ケンディ、クワで結構戦ってる。クワで。デデレデ。ケンディ。デデ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 。そして私はケンディの流れ玉が当たりそうで。やべえな、おい。こうさ、スカーしか手に入んねえんだけど。フォトダマンではさすがの開発者の手腕だった。エレキさんの左の方。だろう？あ、そっちね。まあ、左の人はね、ちゃんと会社の人だからね、さすがだって。エレキ使えないわら。安定の脱落の速さ。エレツカ。違うんだよ、これ。家入って屋根壊したエレキさんはゴールドセイントではなかった。そうな、まあ、セイントではなかった、ね、タイプだね。セイントなると大変だからな。カシオスかな。カシオス？あれじゃない？あの、スケボーとかがなるやつだよ。バカにすんだよ。終わり際にこんばんは。こんばんは。スチールセイントだっけ。マカカルラソアカー。こんばんは、エレキです。というわけで、今日も始まりました、エレキラジオ。何も取れない悲しみ。エレキラジオ始まるって、静かにしようぜ。エレラジだ、エレラジ。エレラジ始まるって。黙ろ、黙ろ、エレラジ始まるよ。始まった。エレキラジオ、うん。はい、まず最初の曲です。ジャッキー・チェンの英雄孤児。聴いてください。マンホンチー。ヘンションシャー、ヘンチョンチェサンチー。ゴールデンエレキ見たかったなぁ。続けて大丈夫、大丈夫。ひよった、今ひよったぞ。ヘンションシャー、ハンチョン、ハンチョンチェサンチー。ハンチョンチェサンチー。ハンションシャー、ハンションシャー。何このタヌキ。はい。丸山がいる。丸山マジか。あ、クマさんだった、クマさん。わしてみるんだ。歌に集中して。爆発した。コッパになった、コッパになった。お！まず飲んでから、こう、どうもやっとこう。うるさい、エレキさん。おい、チョンチーまで言えよ。ホンチー。てって。てって。何の曲かわかんないし。はい、ジャッキーチェンで、英雄孤児でした。さあ、お便りのコーナー。さあ、お便りのコーナー行ってみましょう。神奈川県ペンネーム、エレキ大好きさんからいただきました。はい、ありがとうございます。こんにちは、エレキ大好きです。曲のリクエストをしたいんですが、ジャッキーチェンで英雄孤児をぜひお願いします。私の思い出の曲です。今聞いた、よくわかんないけど聞いた曲だけど、またリクエストが来ちゃったみたいだから流していこうか。うるさい、うるさい。なんかもうちっちゃい子になった気分。うるさい、黙って。トンガイのねアンコンチーペンチョさん、あのぜひ思い出の曲でプロジェクト A のテーマをお願いします。わかりました。リクエストにお答えして、プロジェクトのテーマいきます。エレキさんに質問です。何かな？なぜジャッキーの役名はドラゴンかタイガーなんでしょう？チェンの時もあるね。ジャッキーが青龍っていう言うからかな。次の。それだけ聞いてください。プロジェクト A。タテさんの時代をリクエスト送ったのに。エレラジでは。うるさい、エレキさん。黙って。丸山不便。壊れたレディオみたいな感じ。うるさいってば。本格的に黙った。はい、ラジー。そうね、気持ち強く持って。うるせえよ。ほんとお前うるせえよ。歌えって言ったの、自分のくせに。リクエストまで送ってきたのに。あの、この、ひどい男だよ。あのブースからは続けてっていうカンペ出てるから。リスナーっていうか、なんか生の声を。え、丸山たぬき？さすれ、さすが。すぐ離脱するエレキさん、撮影で。そっちの意味の撮影では嬉しくないですから。ポリスストーリー、スパルタン X のテーマも。あの、3階に入った時に、しゃがみジャンプで、だけで倒せるボスな感じでお願いします。
壊れたエレキわら。あのそれ三面じゃねえから。それ最初だから。そんな笑い方しねえから三面は。三面は笑わねえから。三面笑わないんだっけ？笑いませんから。笑わねえんだっけ？大ざり入る？橋登る？橋歩く？橋上歩いてる。橋上ね。右側にもゴールドあるけど、もうゴールド。私もうゴールドね、お腹いっぱいぐらい持ってる。俺もね。138、40、138、138、13を変えようかな。さすがゴールド、性能高いな。もうライフルだけでいいんじゃない？変えなくて。変えなくていいんじゃない？それ。弾が切れた時にパッて切り替えれば、あの、すぐライフルに変えられる新しい。弾は変わらんけど。ああ、また同じやつ。まあいいや、ハンドガンはもう192発になった。全部激レアか。でもね、スカーは今、次世代ライフルとして M17 かという正式名称を与えられてね。怖いリスナーのいるラジオだな、わら。もうみんなサイコパスだから。黙ってって言われるんだっけ。いや、うるさい。でも、微妙に似ててびっくりする、わら。どれがだ？何がだ？感電 NG シーンお願いします。感電 NG シーンあったっけ？なんか結構冗談じゃない NG シーンが多いからね、怪我がね。あの138、48、138って篠田さんの3サイズか。48って。138って。ありすぎだな、それは。あのどっちリアルな感じでいくんだったら77、63、80。77っていないと思うよ。上から。超細いじゃん、77って。あのもうあばらのもっとでかいってみんな80はいってるって僕はちょっと保身のためにでも身長的に低かったらあるか保身のために何も言いませんけどあれエレラジは黙っちゃうってあのエレラジはエレラジ黙っちゃうよっと今からこのデザートイーグルみたいなのも威力はすご威力はゴイスやべえゴイスやべえこのスナ何これ見てすごいいいないいなそのスナイパーライフル、ね、東京丸井の新作そうなのこれいいなエアホッキングなのいいな絶対それさすごい見えるでしょすごい見える、うん、内蔵とか見える向こうの自販機買えそうな感じでしょどれどこえなんかイメージイメージここにああ、ま、すげえ見えると落ちんのかなあのキー打ってみんねはい77はなさすぎわらエレキさんサイズも攻めましょうよサイズセット攻めるとちょっと危ないんだよ。エレキさん、ドラえもんと一緒な感じ？横はね、は影響受けない。120、120、120な感じ？そんなにねえから。身長もそんな感じだから。そんなにねえから。ドラえもんはそうだよね。全部120なんだよね。嘘。そうあ、逆、もう流行が。しかもね、ちょっと浮いてるんだよね、ドラえもんね。浮いてる？ちょっと浮いてるんだよ、ドラえもん。あのね、気持ち、周りから浮いてるの。家族じゃないから。そういうことじゃねえ。かわいそう。そういうことじゃねえ。足汚れないようにね、ちょっと浮いてるんだよ。くそー、またゴールドだぜ。また激レアだぜ。くそー、またここにもゴールド製品。あ、あそこにも宝箱があるぜ。行ってみよう。1ミリ浮いてる、1ミリ浮いてるんだ。そうなんだよ。初めて知った。だって、うん、他人だもんね。たてさん、ねえ、中入んないの？あの、金色のものに誘われていったら、俺が捨てた金だった。入ろバカじゃないのエレラジ聞きながらドライブ行こうエレラジうるさいからもう切っていい切っていいいいよあれ AM だから大丈夫はいというわけで最後の曲になりました皆さんもねこの後も気をつけてドライバーの方は気をつけてもうエレラジ聞いてたら事故りそうだわ82でクッってなるのを参考にするといいですよ。をアイドルをマスターするゲームでネタになる。それは78だよ。なんか、なんとかポイント0099エレキレディオ。はい、というわけでお送りしてきました、エレキレディオ。お別れの時間がやってきました。別れろ、別れろ。エレキラジオって聞いてる別れろ、別れろ。電波法で違反らしいよ。あ、勉強取ってないって話でしょ知ってる。あれ、個人放送なんだって。すごい。いいじゃん、個人で頑張ってんじゃん。もう電波法の違反だからな。免許取ってないのにやったら。土足で人んち入ってクレーム出たんだよね。
キラリオ。何の話だ何の話だどれだどれだあれエレラ時代危機。あれみんな金の。誰か死んだんだな。誰か死んだ後だな。金の畑。金の畑。いらないの。ああ、でも全部一緒だな。全部一緒だ。いらないよ。あ、ちょっと待って待って。これ、なんか誰かがこれ、もう来てる。宝箱が開いてる。気をつけて、オザリだって、一掃されたんでしょ、これ多分。これ、これ取っとけ、これ。スモーク。スモーク？うん。だけ緑なんだね。スモークとかは重要だし、これでこの納屋に隠れるっていうのは、みんなが通った後だから、あえてここに隠れて、撃つっていうのありじゃない？あと、流行の中だしな。で、流行が外になったら走ろう。うん。で、入り口と外からの攻撃を気をつけていれば。え？ん？なんで今、赤いのが。ああ、はい。おちょっと外。中に入ろう。ほら、みんな家ごと壊すやつ持ってんじゃないかな。大丈夫かな。ロケラン。ロケラン的な。あ、なんか音がする。あ、ここ中だよ、盾さん。どこ？あの、どこが？ここなんか、こっち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 、はい、あれ？あ、微妙に外なのか、うん、あの、気をつけて右側になんかすげえ立ってる立ってる立ってんの、うん、クララがあの崖下ぐらいに行く？クララはそんなに？行こう。でも階段がすげえある正面え、どこどこどこ？走れー。285ウエスト。うわ、階段か。金の銃がたくさん捨てられてる。あー、すげえ、なんか降りれるようになってる、ここ通った後どうする？どうする？降りる？とりあえず降りちゃわない？降りて背中をこっち向けるか。うん。で、ここの穴には落ちないようにしよう。左右見るか。あとはすごい女子2人って感じ。丸の内系女子2人。これさ、丸の内系なの？この裏に行かない？ねえ、ゆか、うん、こん？この裏とはどう？この裏に行かない？この裏に、この裏にない。あ、私の橋の裏にいるわ。うん。あんた、向かい側の橋の裏ね。私、そっちの逆裏いるから。息は合わないんだな。これで、男のハートを狙い撃ちよ。ちょっと、こっから狙うんだったら、マウスの感度落とすわ。浅はかやな。マウスの感度、すぐ落とせるんや。こっちこっちだわ、もう。やだ、怖い。やだ、キモい。これ投げてみよう、一回。何なのか。えい。72じゃない ?72 だわ。ドボーンって。エレラジ、茨城放送でお願いします。72か。どういうことですか？金ピカだらけ。あの、千早さん。あ、クってなる子ね、うん。あの、周りがでっかいんだよな。あだ名が、バキュラだっけ。それは殺されるんじゃない？千早さんのあだ名はバキュラだ、バキュラだったような気がする。お、これ、おい、残り14だぞ。うん。エレキさんさえいなければやっぱりこんなもんだよな。うん。あ、どういうことだ？うまく隠れて、グッと来て。まあ、あ。なんか、家軍がやられた SSR に。え、スーパースターレア。スーパースターレアだ。あの、左側、小ザリあのね、サウスイーストとかが怖いかな。あの、流行に…サウスイースト？うん。SE。140。平和だねー。平和だよ。でもね、サウスイーストはね、狙えなくて、195から200あたり狙ってる。サウスイースト俺見るわ。うん。で、私はサウスウエスト見てる。ただ、そうすると、このノースが怖いんだが、ノースからは来ないよね。わざわざ。流行の。中から外に向かって来ないよ。来ないんじゃない？入ってくるよね。あ、落としてる。流行来てる。でも、落とするのノースの方だよ。ノース見て、じゃあ。今、サウス側見てるわ。パフューム？うん。パフュームは聞こえない。ちょっと音、この次どこになるか。ちょっと手が痺れてきちゃった。どうしよう。移動する？最終リミットは近づいてきた。1分待つのは、うん、動こう、おざりの方の階段から上がる。あった。外出ちゃった、思いっきり。なんか、建造物がすごいの立ってる。あれ人工物、ね、あれ。クレーンみたいになってる。すげえ小屋の中入ろう、小屋の中。小屋の中行く小屋ごとやられるんじゃないの
小屋ごと上から大丈夫なるべく開けない感じでドア開けて入って、おい、おさり、ドア閉めろ。いる、あ、来てないの誰もここで、しゃがみング、あ、落とせる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 、どっち、ノース、ウェスト、あ、たぶんさっきの、さっきの城だ、さっきの城、さっきから入っちゃった、さっきの城ね、オッケー、さっきの城、さっきの城、さっきのね、さっきのキャッスルね、小さい、オッケーオッケー、借金キャッスル、あ、いや、うちらじゃないと思う、うん、違うね、こっちに、私こっちのドア見るね、うん、外もドアから来てくれればいいね、なんか中国同士の戦いみたいになってる、私一匹間違った、取り間違えた、よいしょ、戻す、元に戻してと、あべ、手しびれてきた、この窓の外も怖えな、う、いや、音はするけど、お二人窓から見てほしいかも、窓？窓から外を見た方がいいような気がする、あと2チームっぽい、窓ね、上しか見えない、たなんか、俺の後ろからだったら見えると思う、ドアの外も聞こえる、あー見えるね、丘の方が見えるね、あのそっちから走ってくる可能性ありだけど、最後まで発砲は控えよう、うん、俺もいたよ、一桁まで来ましたね、ほんとは7人だ、やべ、1ドン、え、あの今流行が狭まってるよ、これから今波が来てる、うん、これでドッと外から流れが来る、流れに乗り遅れた人たちが流行に入りに来るか、あ、来てる、波が、人が来てない、流行来てますね、あ、バーンって撃たれてる、流行に入ろうとしてる人たちを上の要塞から狙い撃ってる、多分そうだね、人殺したちが上から撃ってる、この次の縁が流行なのかどうなのか分かんない、流行で勝ってほしいな、次の縁、ここ赤坂だったらいいな、え、お前死んでんだから、ここはなるべく控えよう、話せば分かる、発砲タイト、ウェポンズタイトで、リターンファイアオンリーのお願いします。あーと、丘の下にもいるっぽいな、あの、音的に。ほんと？坂の上の雲的な感じで言ったけど。え、何今の音？聞いたことない、なんか発射音が。シャオ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 。おそらく攻め込んでくるね。いや、入った！よっしゃ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 、あの、崖の上の城がダメになったぞ。崖の上、降りてくるぞ。崖の上の城を、あの目の前の家で打ち合いが始まってる、こっち側、サウスノース、でもほっとけばいいでしょ、とりあえず、うん、全然人減らねえ、こっちに流れてくるかもしれないから気をつけ、来た来たこっちから、いや、でもうちらから出ないとこ、出ないとこ、出ないとこ、裏は開けとく、裏は開けとく、これさ、ドアから出てこっち側の裏に入るとどう、外に出ちゃうって、う、出ない方がいいんじゃない、今そこにじゃあいて、俺こっち出るわ、うん、で出て、うん、来てる、みんなミサイル撃たれてる、建物が来た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 、撃たれてる撃たれてる、スッと入る、建物が来るぞ来るぞ、次来るぞ、逆の裏行け、逆裏、はぁはぁ、あぁ、やぁ、あー死んじゃった、くっ、あぁ SSR ベスト7が最後でしたね、やだ、鉄仮面だった最後、くそー、あんまり悔しくねえぞこれ取られても、プリプリって音が聞こえればエレキさんが走ってるね。いやーこれに恵まれてるーって。要塞の。え？ちょっとこれ見ていい？最後。ちょっといいよ。これさ。威力が金だからね全員。みんな金だからな。大して打たなかったな俺。私も最後の抵抗だけだな。せやな。金じゃなくてもよかったな。あ、なんで飛んでんの？あの人、え、この人サプレッサー付き？サプレッサーついてないのに変な音するね。あ、これ天井、何？何？ジャンプ台があった、ジャンプ台。え、乗れ、何？あ、勝った。イエーイ、俺ら世界ナンバーワンに負けた。俺たちナンバーツー。せやな。建築が早いな。なんなの？この人たち何なの？同じチームだったんだ。あ、そうだね、二人。で一緒になったんだろうね。くそ、汚ねえ真似しやがってよ。いやいや何もしてないでしょ。二人組だなんて卑怯だよ。いや二人組だったじゃん。というわけでやっぱり丸山がガンだと分かった今回。
でもこれ置いてかれたら俺あの避難さらされるから置いてかないよ丸山。置いてかない、うん、置いてかない、どこに。じゃあそういうわけでおしまいです。建築はショートカットからするのが基本ですね。ショートカットなのか、もうねグリグリとね Q でやっちゃう。 F でやってるよ。滑らかな階段作りからのジャンプ。ジャンプか、練習しときます。はい、ログ。でもオザリターちゃん、俺らはログインしないけどね。うん、うん、丸山に練習しねえんだよな、一番下手なのに。練習すっから。練習したところで、はい、じゃあ秒針が聞こえる。それあの不愉快なこと やめて、もう。そう、飛ぶの楽しそうだったな。じゃあはい、最後丸山かオザリで次回予告して終わってください。じゃあ丸山さんどうぞ。次回予告？俺がお前の反省？今日の反省。まあ、今日の反省としてはまあちょっと練習不足というところ。うっせえな。うっせえな。踊れ。踊って踊れてる？踊る？踊るよ。そういうのはいいからやめて。はい。というわけで今日もマルチアップアカンをね。伊達さんもジャンプパッド拾ってた時あったけどね。あったんだよ。そう。使いどころがね分かんなかったの。取っちゃったの。今日も何の活躍もなしか。読み方、読み方あんじゃん、なんかもうちょっとラジオパーソナリティの練習。そうそうそう。じゃあ最後ラジオパーソナリティで終えて、それで俺切ってっから画面安定してっから、終わりにしていきたいと思います。よろしければ高評価チャンネル登録お願いします。というわけで来週もマルチのボカンお楽しみに。来週も恋にドロップドロップ。